富士さん、こんにちは。2023合格基礎講座民法第1回目の講義を始めてまいります。担当いたしますはレクセン認講書の豊岡と申します。どうかよろしくお願いいたします。はい、それではですね、早速講義始めてまいります。で、今回、1回目ってことで最初にちょっとねガイダンス的なお話をさせていただきます。で、この合格基礎講座なんですけども、民法の一番最初のいわば入門的な講座にあたります。従いまして、この講座の中でですね、民法の考え方、あと実際に答案で使うね、その重要な知識等々についてね、いろいろご説明をしてまいります。ですから非常に大事な講座になりますので、ぜひしっかりとお聞きになってください。いいですね。中にはね、もうこの合格基礎講座ね、早送りで一回ザーッと聞いて、はい終わり、次答練ね、答案いっぱい書けば受かるんだって感じでやる方も時々いらっしゃいますけど、それでは思ったような成果上がりません。やっぱり勉強は基本が大事なんですよ。大事ね。この合格基礎講座でやっぱり民法のね、やっぱり他の科目と違うね、法律特有の考え方、これしっかり皆さんにお教えします。また試験で問われるね、重要な知識絞って皆さんしっかりとお伝えしますから、まずそれをしっかりと押さえていくようになさってください。よしですね。で、ちょっとここでね、使用する教材を確認いたします。で、ちょっとこちらご覧ください。まずこちらですね、この合格基礎テキストね、これ必ずご用意くださいね。これに沿って基本的にこの講義進めてまいります。で、2冊目がこちらね、よく高架けって呼んでますけど、これも必ずご用意ください。一応ね、この高架けは基本的にはいわゆるその読書用の教材という位置づけではあるんですよ。要するに皆さんにご自分で取り組んでいただく、そういう教材という位置づけではあるんだけど、一応この合格基礎講座の中でもですね、可能な限りこの高架けについてもいろいろお話をしてまいりたいと思いますので、ね、ぜひこの高架けもご用意ください。あと3点目、当然ですけども条文集ね、これも絶対に忘れないようにしてください。やっぱり条文にね、強くなるっていうのが大事です。条文がね、強くなると本当に民法力つきますからね、この条文集もぜひねご用意ください。そうしますと、今ご覧いただきましたけど3冊ね、ちょっとまあね、用意するのちょっと面倒かもしれませんけど、必ずこの合格基礎講座お聞きになるときはこの3冊ご用意ください。いいですね。で、ちょっと戻りますけども、よいしょね、さっきも言いましたけど、一応この講義ですね、この合格基礎テキストに沿って進めてまいります。で、ちょっと注意してほしいのがね、ちょっともうどこでもいいんですけど、ちょっとページでちょっとこうやってめくって皆さんね、パラパラっとちょっとご覧いただきますけども、基本的に私の方でですね、あらかじめね、ピンクのマーカー等で印をつけるってことはしておりません。この点が行政法規ですね、行政法規の時とね、時のやり方と違うんですよ。皆さんの中で私のね、行政法規の講義をお聞きになった方ね、かなりいらっしゃると思うんですけど、行政法規の時はね、もうとにかく覚えるだけ。したがってもう事前にね、合格基礎テキストですね、行政法規の合格基礎テキストのね、覚えてほしいところに私がピンクのマーカーでお示しをして、皆さんおそらくね、こうやってこう身構えながらね、片手にこうラインマーカー持って、次どこね、マークするのかな、どこ覚えるのかなって形で一生懸命ね、画面ご覧になりながらね、こうやってマークをしていかれたと思うんですよ。行政法規ではそれでもよかった、でも民法はそれじゃ足りないんですよ。足りない。とにかくね、また後でもお話しますけど、しっかり理解をするってこと、まずこれが大前提です。いいですね。行政法規みたいに最初から暗記で入ろうとすると失敗しますから、これ気をつけてください。ですから、この合格基礎講座の中にあってもね、この合格基礎テキストについてはあらかじめピンクのマーカーでお示しして、ここを覚えてねっていうスタイルは取りません。皆さんと一緒にこのテキストを読み進めながら、赤ペンでここ大事だよって印つけたり、適宜書き込んだりする、そういうスタイルでいきますから。ですから皆さんの方におかれましてはね、行政法規の時みたいにこうやって身構えて、次どっかななんてふうにね、やる必要ありませんから、いいですね。ぜひしっかりと、ね、この講義お聞きになっていってくださいですね。で、あと次のこちらですね、合格民法ね、これです。で、こちら合格民法ですけど、さっきも言いましたけど、この合格基礎講座の中でもね、必要に応じて使います。で、この最初ね、この講義で使うよって申し上げた合格基礎テキスト、これこの講座の中で全18回ですね、これ使って講義してきますけど、この合格基礎講座が終わったらですよ、全18回ね、このテキストに沿って講義やってきますけど、これが終わったら、次はこちらの合格民法に科
完全にシフトしてください。いいですね。この降格民法こそが実は皆さんの鑑定士の民法の勉強の柱になるんですよ。柱になるの。だから、ね、この合格基礎講座の間はね、合格基礎テキストを柱に、ね、使って講義をやっていきますけど、全18回聞き終わって、ね、その時は聞き終わった後ですね、終わった後はこの合格を使って皆さんの方でしっかり各論点をね押さえていってください。いいですね。そういう流れになります。じゃあ、ね、この合格基礎講座一通り聞き終わって、この後降格民法にシフトするのは分かったと。だったら最初に使ったこれ、この合格基礎テキスト、これどういう位置づけになるのかっていうと、参考書です。参考書、ね、この合格基礎講座の中では入門書として使ってきます。民法の考え方、そして重要な知識、これをこのテキストをベースにお話ししてきますけど、ね、この合格基礎講座が終わった後は参考書として、ね、使ってください。この降格民法を、ね、読んでて、あれどうだったっけ、あの条文どうだったっけ、ね、趣旨はどうだったっけ、要件はどうだったっけ、気になったらこちらの合格基礎テキストに立ち返って確認をするっていうことですね。ですからこの合格基礎テキスト、ね、この役割が勉強の時期によって、ね、あの大きく変わりますから、最初は入門書、あとは参考書。いいです ね、そういう形です。で当然この条文集、ね、これはもうさっきも言いましたけど、これはもうずっと使い続けてください。条文集、ね、とにかくね、条文ね、豆に引くっていう癖つけてください。いいですね。やっぱ条文に強いと本当にね、さっきも言いましたけど、民法強くなりますから、良いですね。そういう流れです。ですね。であとちょっとね、今回ねこういうものもねちょっとご用意したんですけども、よいしょ、まず最初ねちょっと写しますよ。これです。これ令和3年ですね。令和3年の鑑定士の、ね、実際の本試験問題。これね、あの国土交通省のホームページからねダウンロードして、こうやって紙出しして持ってまいりました。もうすでにね、あのもうあの PDF データで上がってますんで、ご覧になった方もねいらっしゃるかと思うんですけど、ちょっとちっちゃくしますよ。これね、一応これが入るかな、結構目いっぱいです。これね、紙のサイズ自体はこれね A4 なんですよ。 A4 の横ね、ただこれ紙自体はね実は A3 なんですよ。 A3 で中折りになってるんですね。でちょっとこれめくりますとこんな感じだ。 紙自体はこれ大きいんですよ。 A3 なんです。でこれがまず1問目、これね、これ昨年ですよ、令和3年ね。これ1問目で、昨年はちょっとねイレギュラーで、通常だと設問1と2大体2つなんですけど、去年はね令和3年は設問3までありました。で若干問題もありますけど、長いですけども、聞いてる内容はね至ってシンプルです。ですぐ下に、よいしょ、これちょ一応ねテープで止めたんですよ、これ、ね、一応すぐ下にこれね参考条文が上がってます。最近はねこの問題文の下に関連する条文ね、あの試験員の方で上げてくれるんで、非常にね回答がしやすくなってます。でまたこれめくりますと、続いて今度2問目ね、こちらになります。でこちらも設問1と2 2つだけで、非常に問題文短いでしょ。でやっぱり例によって参考条文が下にずらずらっとこんな形で上がってます。これが昨年の民法でした。令和3年、今年もおそらくというかね、まず間違いなく同じような体裁で出ると思いますね。こちらで、あと回答用紙ですね。これも一応ね今回ちょっとね紙出ししてプリントアウトして持ってきたんですけど、これねちょっとね、もうこれでも目いっぱいなんですけど、これね一応今回紙出ししてきたのはね、これやっぱ A4 なんだけど、実物は現物はB4 なんですよ。結構大きいの。でこれ回答用紙なんですけどね、これね、まあ、下にねこんな形で氏名とか受験番号ね、あと試験地参加紙ですね、これね書き込む欄があるんですけど、こんな形でね、ちょっとやっぱ入んないかな、これ。まずね問題1番1問目ね1ページで、こちらが今度同じく問題1番の2ページで、1問がねこの回答用紙2ページねから成り立ってますんで、ですね、こんな形で、さらには今度2問目も同じです。こんな形でやっぱりね1ページ2ページね、これから成り立ってます。で一応この1ページですけど25行になってます。こんな形、これ2問目ですね。でちょっと1問目の方戻りますけども、ちょっとねちっちゃくしますよ。こんな形ね、よいしょ、こんな形です。で1問ね、1問目問題11ページ2ページ、これで埋めていくわけですよ。自分でこうやって手を動かしてね書いて埋めていくわけですけども、これね結構
書けそうですけども、ただ、ね、忘れちゃいけないのは制限時間があるっていうこと。当たり前、ね、もうエンドレスで時間全く無制約で、ね、書けっていうんだったらね、もうそんなに難しいわけじゃないんですよ。鑑定試験って制限時間があるから、まあ、ある意味試験として成り立つっていうか、ね、まあ、難しい、そういうことなんですね。でこれ実際皆さんがねこのあと答練お受けになって、ね、実際こうやって答案お書きになったらお感じになると思うんですけども、結構2時間で2通書くっていうのは難しいんですよ。思ったこと書けないってこと、ね、自分がどんなに準備してもやっぱり時間的な制約があります。でもうちょっと具体的に言うとね、問題文読んで、で何を聞いてんのかなっていわゆるまあ論点っていうんですけどね、これを考えて、で実際にさっきねご覧いただきましたけど、よいしょ、この問題用紙ですね、問題用紙のこの余白にね、これ1問目 ね、この余白なんか使って図を書いたり答案構成を書き込んだりするんですよ、ね、でその上で初めて、ね、この回答用紙こうやって書いていくわけなんだけど、いきなり、ね、回答用紙書いちゃダメですよ、まあ、きちんと問題文読んで何が論点かなって考えて、やっぱ答案構成を、ね、問題文の余白に下書きっていう形でね、やっぱ書く必要あります、ね、で大体これね、このいわゆる答案構成ですね、問題文読んでこの下書きの答案構成やる時間なんですけど、これ大体ね皆さんにね、あの受かった方なんかにお聞きすると、まあ、これ個人差あるんですけど、大体10分から15分ぐらいって方が一番多かったですね。10分から15分ぐらいすると、ね、1問について当てられるのは単純計算でいけば60分でしょ、ね、2問で120分、2時間だから1問について当てられるのは単純計算でいけば60分、そのうち15分が答案構成で費やされるわけですよ。ってことは実際皆さんがこうやってペンを走らせて答案を書き上げる時間っていうのは45分しかないんですよ。そうでしょ、ね、でそうするとね、どんなに例えば一つの論点ね、広角にね156個論点上がってますけど、どんなに一つの論点についてね詳しい知識を頭に入れても、また深い理解を得たとしても、その回答用紙に制限時間内に書ききれなかったら全く意味がないんですよ。当たり前だけどね、この論文式試験って本当当たり前なんだけど、書面審査でしょ、書面審理なんですよ。だからこの回答用紙にね、しかも制限時間内にかけてなんぼなんですよ、かけてなんぼ。だからどんなに細かい知識を得ても、またどんなに深い理解を得たとしてもね、この答案用紙内に書ききれなかったらそれは勉強して無駄なんですよ。勉強として無駄ってこと、もっと言うとマイナスですよ。結局書けない勉強、無駄な勉強やってるわけだから、時間も労力も浪費してるわけじゃないですか。だからマイナスなんですよ。いいですね。で何が言いたいかというと、これからね、特に民法を勉強していく上で、ね、常にご自分がね、これ答案でどういうふうに書くのかな、それを意識した勉強をやってくださいってこと。書けない勉強は無駄なんですよ、マイナスなんですよ。だからご自分がね、特に高確です、効果欠使って156個、ね、もちろん全部の論点やる必要はありません、またで詳しくご説明いたしますけども、効果欠を使って試験に出る論点を勉強するときもね、効果欠に載ってる程度のことをしっかり理解して覚えれば OK ってこと。それ以上膨らましたりね、掘り下げたりする必要ないんですよ。でなんでこれ言うかというとね、皆さんの中にやっぱりね、民法の勉強ハマっちゃって、やっぱ面白くなって、それはいいんですよ、それはいい、私も嬉しい、嬉しいんだけど、でも余計な勉強やっちゃう人少なくないんですよ。結局答案に書ききれない、そういうこと、これでは意味がないですから、いいですね、常に答案に、ね、どうやって書くのかな、これを意識した勉強を心がけてください。要するにですね、これを意識すると本当に無駄な勉強が可及的に防げますから、そういうこと、いいですね。でね、まあ、今回、まあ、1回目でね、まあ、外出席のお話してるってこともあるんで、ちょっと申し上げますと、やっぱりね、勉強ってね、どんな国家試験でもそうなんですけど、やっぱり方法論が大事ですよね、もちろん方法論だけでもダメですよ、漢字の勉強やんなかったら意味ないんだけど、でもやっぱり受かるためには勉強のね、やっぱりその試験の特性に応じた勉強をやる必要がある。その意味でやっぱり勉強の方法論って大事ですね。これ無視した方はやっぱりね、受かってませんもん。いいですね。例えばね、例えば合格が北海道にあるとします。合格北海道であれば、皆さんは北海道行きの電車に乗らなきゃいけないんですよ。この時に間違えて九州行きの電車乗っちゃったら永久に受からないでしょ。そういうこと、ね、でまあ、ちょっと余談ですけど、中にはね、あの北海道、ね、もうジェット機で行っちゃう人もいるんですよ。もう担当論文一発で、ね、うちからもそういう合格者何人も輩出してますけども、ね、そういう方もいるけど、まあ、そういう方はちょっと置いといて、とにかく
北海道行きの電車 ね特急じゃなくて、まあ、仮に鈍行だったとしてもですよ、ね、その方角さえ間違えなければ、ね、多少時間はかかったとしても北海道到達できるんですよ、合格できるの。これがね、また他の難関試験と言われている司法試験とか公認会計士試験等との違いでもあるんですよ。どういうことかというと、これも私いろんな機会に申し上げるんですけど、というか鑑定試験ってね、受験生が一応形の上で競り合うんだけど、ね、あの司法試験とか公認会計士ほどね、シビアに競り合わないんですよ、ね、司法試験とか公認会計士はね、最後まで競り合って最後僅差で合否が分かれる。だけど鑑定士違うんですよ。受験生のやっぱ大半の方が有職者なんで、ほとんどの方がね、落ちる方って自分から落ちていくんですよ。もう勉強時間取れない、だから勉強できない、だからもうダメ、もうダメって。だから最後までコツ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 勉強をし続けた方が最後ポッと受かってくる。これが鑑定士試験なんですよ。だからさっき言ったように、とにかくご自分が北海道行きの電車に乗ってんのかな、ね、これ実際に勉強を始める前にしっかり方法論を確立する、やっぱ大事なんですよ。勉強のやり方って大事。でもそれプラス、いざ勉強を始めた後も常に自分がね、北海道行きの電車に乗ってんのかきちんと意識するってこと、これをやり続ければ多少時間かかっても必ず北海道行くから。私ももう10年以上このね、鑑定士の受験指導やってますけどね、やっぱそういう方いっぱい見てきました。いいですね。もちろんね、さっき言ったようにジェット機で行っちゃう人もいればね、やっぱかなり年数ねかかる方もいらっしゃいます。それは もちろん個人の能力、あるいはその方の環境だとか、あるいは仕事してるかしてないかとか、いろんなね事情にやっぱ左右されますけど、とにかくきちんとした方法論を確立して、で勉強を始めた後も常にそのね、自分が間違った方向行ってないかなって検証し続けながら勉強した方はね、多少時間がかかっても北海道行ってますから、ぜひ皆さんもそれをね意識してください。やっぱ勉強って方法論大事ですから、いいですね。以上、大事です、ね、これ覚えておいてください。であとですね、今ねこれで問題文、あと回答用紙、皆さんにねご覧いただきました、ね、ぜひ皆さんに最後の到達点ですよ、これ皆さんにねこれ意識ね持っていただきたくて、こうやってご覧いただきました。最後皆さん、ここが決戦場です。皆さんの8月の決戦場になります。このいわば到達点をね皆さんご覧いただいて、この到達点から逆算で考える、これがやっぱ試験勉強のセオリーですね。逆算ね、受かる、そのために今この時点で何をやったらいいのか、どういうふうにやったらいいのか、これを意識するのが大事ですからですね。であとさっきね、こちら去年のねこちらの問題、令和3年ですね、これご覧いただきましたけど、ちょっとね1問目ちょっと改めて見ておきたいんですけども、もちろん内容なんかまだね皆さん全然分かんなくて OK ですよ、これから勉強してきます。でこちらさっきもね申し上げましたけど、設問3つから成り立ってる。で実はこの令和3年1問目ね、問題1の設問3つの回答例ですけども、皆さんお手元の合格基礎テキストに載っけてあるんですよ。載っけてあるの、ちょっと見てみてください。合格基礎テキストこっちですね。まあ今手元にねいっぱい資料ね広げてますんで、ちょっと私もね悩みましたけど、こちらちょっと合格基礎テキストです。よいしょ、こちらごめんなさい、ちょっと何回見て、これ収録これ関係ない、気にしなくていいですよ。これこちらでね、テキストちょっとねめくってください。後ろです、巻末です。こちら300、よいしょ、71ページ、こちらですね、開けてください。巻末付録っていうことでここに上がってます。令和3年ね、第1問ね、本試験問題参考答案ってことで、でこちらがね問題文です。設問1、2、そして3でしょ。でちょっとめくってください。こちらこっからですね、こっからこちらのこの回答例になってます。ここです、よしですね、こちらで、これ設問1で、右のページですね、373ページご覧ください。これは設問2、そして最後今度裏のページですね。あ、これ気にしないでくださいね、これ私のね収録上のね関係のあれなんで。であと設問3、こちらです、ずっと下までここまで以上ね、結構ありますけども、ちょっと戻りますよ、372ページです。まず設問1です、ね、もちろんまだね中身なんか全然分かんなくて OK ですよ。で実はこの設問1なんですけども、こちらの高架家民法に載ってますこれ、ね、でちょっと番号ですね、ちょっとこれをお示ししておきたいんですけども、これがねちょっと太いペンの方がいいかな、よいしょ、ちょっと太いペンでね、こちら設問1ね、
これこうかけていくと、こうをかけ、これね、こうかけていくとナンバーがこちら43番です。ナンバー43番になります。これこちら丸々上がってます。後でね、時間がある時で構いません。ちょっと照らし合わせてみてください。こうかけ、ごめんなさい、ちょっとこうかね、こんな感じでこうかけナンバー43に丸々、この設問1に関する知識や論証が上がってますね。次で、今度右の373ページです。今度設問2ね。でこちらもね、ナンバーだけ書きます。これも同じなんですよ。ナンバー43番です。もちろんこうかけね、こうかけだから同じです。こちらと設問1とともに、こうかけナンバー43に設問1に対する論証ね、あと右の設問2に対する論証が丸々上がってるんですよね。でさらにはこれで終わりじゃないですよ。今度裏いきますよ。こちら今度設問3ですね。これもこうかけに上がってるんですよ。これもナンバーだけ書きますよ。これがナンバー45番です。ナンバー45番、こちらになりますね。全部これでこと足りちゃうんですよ。いかがでしょうね。すごいでしょ、こうかけって。とにかくこのここ数年の本試験のいわばメイン論点ね、全部このこうかけ中から出てるんですよ。だから逆に言えば、このこうかけさえしっかりやってればもう十分合格答案書けるっていうこと。でもやっぱりでもなんですよ、皆さんわかるでしょね。いきなりこのこうかけから入ったらダメなんですよ。これはいわば勉強の完成形なんですよ。こうかけに上がってるね、各論点の論証っていうのはいわば勉強の完成形なんですよ。だからいきなりこっから手をつけたんではね、理解できない、当然暗記もできません。だからまずはこの合格基礎講座全18回聞いていただいてね、この合格基礎テキストを使って民法のね、この考え方、そしてね、答案中で使う重要な知識、これを勉強する必要があるっていうこと。わかりました。いいですね。今こうやってね、もうね、もうほとんど合格が出てるよってのをお示しするとね、どうしてもこう飛びつきたくなりますけどね。でもそこをグッと我慢して、グッと我慢して、後でいやってほど合格と取り組めますから、格闘できますから、いいですね。だからここはちょっとグッと我慢して、まずは全18回合格基礎講座ね、こちらを聞いて、まず合格基礎テキストで考え方と知識を押さえてください。後でもうね、もうこれ終わった後はもうね、私も止めませんから、もう皆さん思う存分あの合格と格闘してください。でしっかり理解して論証を覚える。それで合格答案書けますから。いいですね。だから実際うちはね、はっきり申し上げますけど、民法は強いです。民法強い。実際論文受かった方ね、昨年なんかもそうですけど論文受かった方、あるいは逆にちょっとね、論文残念だった、そういう形ですね。そういう形の多くがやっぱ民法で60点以上、あるいは70点以上、中には80点以上取ってる方がたくさんいらっしゃるんですよ。うちは民法強いです。じゃあそういうふうに言うとね、いや去年民法ね、みんなできたんでしょうって皆さんおっしゃるかもしれないけど、これ国交省のデータによると、去年令和3年の民法の全受験生の平均点、なんと 49.6 点です、ね、これ後でホームページで、ね、もし時間あったら確認してみてください。 49.6 点、その中にあって、うちはですよ、論文受かった方も逆に残念ながらダメだった方も、多くの方が民法で60点以上取ってんですよ。もうこれ全部分かってんですよ。受かった方には情報開示請求してもらって、実際点数をね確認して報告してもらってます。あと論文残念ながらダメだったって方はね、あの国交省から正式通知のハガキが来ますからね、それをね送ってもらったりとかして、こちらの方でできる限りね、このうちの受講生の方たちの民法の点数を把握してるわけですけども、受かった方も逆にちょっと残念ながらダメだった方も、多くの方が民法で60点取ってるんですよ。もう70点ではなんかザラですよ。中には80点以上もいるんですよ。そういうことだから、うちのね民法本当にね、しっかりと教材と、あとこの私のこの講義を信頼して、ぜひついてきてください。必ずいい結果が生まれるから、いいですね。もちろんその一方で私かなり厳しいこと言いますよ。もうすでにね始まってね、もう今24分もう25分ぐらいですかね、もう結構皆さんにとって耳の痛いことばっかり私ね、もうポン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 ね、なんかもう喋ってるかと思いますけどね、でも全部
民法で高得点取るためです。あともう一点知っててほしいのが、ここ最近の論文本試験ですけど、民法は本当にね、まあ、ある意味取りやすくなってます。採点もかなり緩くなってきている。だからその意味でね、やっぱり民法で取れるし取ってほしい。もっと言うと民法本当にね、基本的な論点をポーンと出す、そういう傾向でここ数年定着してきてるから、得点が計算しやすいんですよ、他の科目と違うの、ね、だから民法は取らなきゃいけない、取れるし取らなきゃいけない、ね、だから民法は得点減にしてください。得点減、減ってのはある源っていう字ね、あの減る方はダメですよ、得点減の減る、減減る方はダメ、ね、とにかく得点を稼ぐ、そういう科目に変わってますから、実際それできますから、ぜひこの講座を使って、ね、しっかりと民法を得意科目にしていってください。よろしいですね、まあ、いろいろお話しましたけど、であとじゃあちょっとね、ここで一応効果系ですね、こちらについてもねちょっとご説明しておきます。また詳しくはね、あの講座の中でね適宜ねお話ししてきますけど、もう一回ちょっとこちら効果系ですね、こちらをご用意くださいですね。でちょっとめくっていただきますと、この端書きこんなのどうでもいいんですよ、こちら、ね、これ2ページ見てください。で本書の特徴、注意点および使用方法ってことで、私かなり細かくね載っけてますけど、まず丸1ね、これはまあ見とけばいいです、論文式試験にそのまま使えるよ、ね、この効果系通りの論書を書けば OK だよってことなんですよ。で2つ目が論文式試験に関する重要論点、ほぼ網羅してます、ほぼ網羅してます。実際さっきも言いましたけど、ここ数年のね本試験のあのメイン論点全部この効果系中から出てますから、ね、でちょっとねここは注意してみていきたいんですけど、近年の論文本試験ね、論文式試験の傾向を徹底的に分析してますから、その上で作っているってことでね、出題される可能性のある重要論点をほぼ網羅してますよ。でこれもご覧いただければね、すごいお気づきかと思います、ね、これ重要度、これ4段階アルファベットね、これ4段階で表示してます。一番重要なのがダブル A2 つ、次がシングル A1 個、でその次が B で、一番重要度が低いのが C です、ね、このアルファベット4段階で表示してるんですけど、特に上位2つすなわちダブル A とシングル A の論点について、ね、この右のページ、ね、右のページってこちらですね、こんな形で、ね、右のページのように、問題提起と規範定理中の結論、そして理由、ね、この3箇所、問題提起、結論、理由ですね、の3箇所、これを色分けして、色分けして、色は何でもいいです、ね、これは色分けして理解、そして最終的に暗記をしてほしいんですよ。これがさっき皆さんにご覧いただきましたけど、ね、これで答案書けますから、そういうこと、ね、であとちょっと注意してほしいのがこの丸括弧ですね、当てはめ、ね、これこの後見ていきますけども、ここね、問題提起、ここね、キャンテレスの結論と理由、ね、こんな形で、あと最後ここね、ちょっと隠れちゃってますか、これ当てはめなんですけど、最後ねこれ当てはめです。この当てはめの箇所はね、これ事例が変われば当てはめも変わるので覚える必要ありませんよって、そういうことですこれ、ね、またでお話をいたします。で問題提起と規範定理中の結論、理由の3箇所、これがこの後の皆さんのね、この効果系を使った時の勉強の柱になりますよ、そういうこと、ね、で重要度 B、 あと C ですね、これはねもう重要度低いんで、 B についてはね、まあ一通り見ておかれればそれで OK ですね。で C についてはもう完全に飛ばしてしまって構いませんですね、こういうね構成になってます、ね、とにかくやっぱりね大事なところからやるっていうのが試験勉強のセオリーですから、ダブル A とシングル A、ね、こちらの論点について問題提起と結論と理由、ね、これをしっかりと勉強してきます。で次で今度丸3ですけどもね、これねちょっとこれこの効果系の特徴でもあるんですけども、これね一種の単語帳みたいな作りになってます。これある論点勉強するときにね、別のある論点が前提論点になる場合があるんだけど、ね、そういう前提論点とか乗っけないで、その目の前の1個の論点だけ乗っけてる、そういう構成になってるんですよ。だからその意味でいわばね、なんかあの英単語の単語帳みたいな、そのね論点だけの作りになってますんで、ちょっとこういうとこだけねちょっとまあ気をつけてね、あの使っていくようにしてみてください。いいですね。あと下から2行目ですけど、これ最後の当てはめの部分があるんですよ。三段論法、ね、法的三段論法って言って、これ3つあるんですね。これ問題提起と規範定律、そして最後の当てはめ、ね、さっき上で言ったねこれですね、当てはめですね、当てはめ、ね、これ
事例が変われば当てはめも変わるんで覚えなくていいですよって言った。これ三段論法の3番目、これ当てはめって言います。こちら法的三段論法、これも大事ですね。またあってね、講義中でも嫌ってこと皆さんにねお話します。法的三段論法って言って問題提起、ね、規範定律で当てはめ、ね、この3つ、これを法的三段論法って言って、ね、答案書くときもこの三段論法を、ね、踏んで書かなきゃいけないんですよ。で実際これ効果系ね、もう皆さんねもうすでにねご覧になられてるかと思うんですけども、まあ、どこでも構いませんけどね、問題提起、規範定律、当てはめ、これですよね、どこでも構いません。見ていただいて、今ね開けてるの11番ですけど、どこでも構いません。全部こういう作りになってます。この効果系の論証ですけど、まず問題提起1番目で、2番目が規範定律、ね、でこの規範定律の中はさっき申し上げた、ね、結論と理由に分かれるんですよ。結論と理由、なぜならこれ理由ね、上が結論、理由、ね、規範定律は結論と理由に分解できる。で最後当てはめ、ね、問題提起、規範定律、当てはめ、これを法的三段論法って言って、答案書くときもこれ踏まなきゃ、ね、踏んで書かなきゃいけないんですよ。逆にこれきちんと踏まえて書くと、今びっくりするぐらい本番で本試験で高得点つきますから、この法的三段論法またね講義中でもうしつこいくらい申し上げます。で戻りますよ、こちら、ね、法的三段論法でこの規範定律、これ2番目、これがさっきね上で出てきますけど結論と理由、これを2つに分解できるわけですね。これですね、とにかく問題提起、規範定律、当てはめ、ね、これちょっと軽く頭、ね、入れといてください。法的三段論法って言います。でこの効果系の特徴ね、もう一つなんですけどもね、さっきね単語帳みたいな作りですよ、だから前点論点で、ね、切り離してその目の前の一個の論点だけね、あの論証ね載っけてますよってお話しますけど、あともう一個の特徴がね、この三段論法の最後の当てはめ、これ若干弱い、ね、そういう箇所は結構あります、ね、どういうことかというと、この効果系ね、やっぱり一番答案で使うのはね、さっきも上で見たけどこれなんですよ、問題提起と結論理由なんですよ、ね、当てはめはさっきも見えたけど、これね事例が変わったら最後の当てはめも変わっちゃうんで、これ覚える必要ないわけですよ。だからこの効果系もね、最後の当てはめがねちょっと弱い、そういう特徴はありますけど、ね、それだけちょっと気をつけて使っていただければ OK です、ね、とにかく問題提起と規範定律、ね、この中が結論と理由に分解できますけど、こちらをメインに作ってありますから、またこれ使っていかれるとね、あなるほど ね、これ実感されるかと思います。であとね次の4番なんだけど、特にねこれねちょっとアンダーライン引きましたけど、あのコメント欄、各論点ごとにね必ず私コメント欄もこれ載っけてるんですよ。でこれもね別にどこでもいいんですけど、ちょっとね開けていただきますと、よいしょ、どれがいいかな、こちら、これもさっきの11番でいきましょうかね、せっかくなんでね、11番ね、これ重要論点ですね、 A ランクってことで、でとにかくね問題提起、規範定律、当てはめ、でまたさらにこれねもう一個、問題提起、規範定律、当てはめ、でちょっと裏のページめくってください、24ページですね、24ページ、でもう一個、問題提起、規範定律、当てはめってことで、ここね3つの論点が上がってるわけですよ、ね、で最後このね線の下コメント、これです、これはコメント欄ってことですね。でここに結構ね皆さんから教えてチューター等でいただいたご質問に対する回答とかも載っけてます。あるいは上のこの論証中ですね、このね3つ論点載ってますけど、この論証ねで注意すべき点とかもね結構このコメント欄に載っけてるんですよ、ね、だからこれぜひセットで読んでください。セットで上のねこの各論点のねこの三段論法のこの論証だけじゃなくてね、このコメント欄もぜひセットで読むようにしてみてください。そうすると論点の理解がかなりね、飛躍的に深まるはずですからよろしいですね。結構ね読まない方多いんですよ、あのなんかめんどくさがっちゃってね、あの論証しか読まない、このね問題提起、キャンテーズ、当てはめのとこしか読まない方結構ねいらっしゃいますけど、もったいないね、私の方でせっかくコメント欄にねあの本当にかゆいところに手が届くようなねそういうねあの情報も載っけてるんで、ぜひ合わせて必ず読んでください。必ず理解深まるからね。あとね最後、まあ、コラムもあるよ、これも本当にねあのお茶飲みながらでいいですよ、お茶飲みながらね、あこんなねあの世間話、もちろん単なる世間話じゃないですよ、もちろん民法に関するねそういう内容ですけど、こういうのも上がってるんで読んでいただければ少しはねなんかこう民法に対してまたさらにとっつきやすくなるかなと思います。でちょっと今度右のページ見てください、今度3ページですね。でここに一応サンプルですね、これ4番9条条2項の第三者っていうね、この後もねこれ本文で当然出てきますけども、この効果系使う際のポイントってことで
今おすでにね、左のページでねお話をいたしましたけど、ここね、問題提起、あと規範定律中の結論と理由、この3箇所色分けしてくださいね、そういうこと。いいですね、こちらで。さっきも言いましたけど、色分けこれね、一応私の方でね、問題提起はピンクで、結論は緑で、理由が青って形でね、私の方で一応ね、これサンプルですよ、一応例でね載っけました。別に他の色でも構いません。ただ3つともね、全部同じ色よりはね、色分けした方が最終的にはね、あの知識の確認がしやすいかなと思います。特に論文直前にね、あのピンクのとこね、各論点ごとにこのピンクのとこだけ見ていくね、で全部問題提起ですから、問題提起これだけはバーッと見ていくとか、あるいはこの理由付けだけをバーッと見ていくとかね、これ色分けしとくとすぐあの一別してね、あの見分けやすいでしょ、見分けやすい、ね、だから色分けした方が私は個人的にはね、特に本試験直前確認はしやすいかなと思います、ね、でもとにかくこれ覚えてほしいとこ、問題提起、あと結論と理由、ね、何回も言いますけど、この結論と理由っていうのは三段論法の、ね、この2番目規範定律中にこれなりますからね、ここ位置づけね、三段論法の中の、ね、2番目の規範定律、これが結論と理由だよ、結論と理由だよ、ね、これをぜひねしっかりと、ここですね、結論と理由ね、3箇所問題提起と含めてね、これ色分けをしてください。ここが勉強の柱になりますから、よしですね、こんな形 で、 ちょっと実際ね、ちょっとやってみましょうかね。たまに聞かれるんですよ、先生ね、これは分かるんだけど実際どういうふうにやったらいいの。ちょっと4番開けてください。4番ね、こちらです、よいしょ、あ、ごめんなさい、これ2番か、4番がこちらね、いきますよ、ね、こういう論点なんですよ。ちょっとまた続きはね、ちょっとさっき隠れてましたけどね、こういうやつですね、よいしょですね。で一応私ね、これ問題提起一応ピンクでね、よいしょ、ちょっと大きくしますよ、こちら、こう問題提起ね、これ三段論法ですからね。でこちらで C は AB 間の仮想上値という事情について知らないことに過失があった、そこでここからですよ、94条2項の改革善意の第三者として保護されるためには昔であることが必要かが問題になるということで、でこんな要領ですね、ごめんなさい、ちょっと私左利きなんでね、ちょっと見にくくなってごめんなさい、こんな形でこれですね、必要か、ここまでですね、こんな感じ、ね、こんな感じ、もっと実際皆さんも綺麗に塗ってくださいね、私今ね収録なんでね、こんな形で一気にビーッと塗りましたけど、もっと皆さんもっと綺麗にね、こんな感じで94条2項の善意、ね、改革後善意の第三者として保護されるためには昔であることが必要かと、ね、まあ、問題ならここまで別にね塗る必要ないでしょ、ね、これで問題提起だなと分かるから、ね、こんな形、これが問題提起ですね、こちらですね。で結論が一応緑ですね、結論が緑ってことでいいですね。で次今度規範定律ですね、これがさっき言ったようにこの規範定律が結論と理由に分解されますからね、結論と理由に分解される、で結論は緑で、ね、でね、ここでいいですね、こんな感じ、単なる善意であれば足り、昔である必要は、ね、昔であることは必要ないと、これは結論です、いいでしょ。で今度は理由です、なぜならんとこね、でこれは青ですね、私はね一番これがね、私の中では個人的にね一番座りが良かったんですよ。あの黄色だとやっぱ反射しちゃうでしょ、だからちょっと目が疲れるなって感じで、ね、でこれ理由ですね、でなぜならということで、これね一応理由が2つ上がってるんでね、一応こっからここまでね、これ理由2つ上がってます。94条2項は条文上改革善意としか規定していない、でこれ1つ目の理由です、条文上の理由ってことで1つ目、で2つ目が今度ね、この続きですね、虚偽の外観を作り出した真の権利者の奇跡性が強い、以上第三者保護の要件を厳しくするのは真の権利者との関係で公平さに欠けるからだ、ね、2つ目、ね、こんな形でいかがでしょう、ね、こんな形で3色、ね、色分けすると直前これね確認しやすいでしょ、本番直前、とにかく皆さん本番直前、他の科目も当然ねやんなきゃいけない、だけどね民法も知識の確認をしなきゃいけない、その時にねこうやって色分けしとくとね、このさっきも言いましたけど問題提起だけをバーッと、ね、拾い読みしていくとか、あるいは理由付けをバーッと、ね、あの論点ごとに確認していくとか、でそういう時にこうやって色分けしておくと直前の確認がしやすいですね、ですね、こんな形で、ね、具体的にこうやってお示しをしました。でね、
まあ、ちょっと一言ちょっと注意ね、これ申し上げた方がいいかなと思うんだけど、くれぐれもね、この色分けはご自分でねちゃんと理解してこれから覚えようっていう時にやってくださいね。どういうことかというとね、読んでもない理解もしてないのにいきなり最初からね色分けする人いるんですよ。これじゃただの塗り絵になっちゃいますから、塗り絵はやめてくださいね。まずは理解する、理解してね、で覚える直前ですね、覚える直前にねこの色分けしていくっていうのをお勧めします。お勧めしますか、これお願いします。くれぐれもね色ね塗り絵だけはしないようにしてください。時々いらっしゃいますのでですね、一応監督です、ね、でこういう形でね最終的に色分けをして、であとはねもうこの論書もちろんね理解前提ですよ。さっき言ったようにね理解した上で塗ってもらうからもう理解してあるってことが、あとはこのマーカーに応じて覚えていくんですよ。覚えていく、でこうやって色分けしちゃえば、あとはもう皆さん効果だけ一冊ね、お仕事の時もカバンの中に入れて電車の中とかバスの中にねこうやってめくってもらえば論書の確認できるじゃないですか、論書の暗記ができるじゃないですか。で一応ねこれ論書 していただく時にやっぱりね民法って条文が大事なんですよ。ですから実際ね私このちょっとしてみてくださいね、条文も、ね、さっきコメント欄お話しましたけど、コメント欄の下にね関連する条文も載っけてますからね、これ載っけとけば皆さんいちいち条文集電車の中で開かなくていいでしょ。いいです ねそういうことだから、こういうね関連条文も載っけてあるんでね、ぜひねこうやって色分けした後はもう電車の中バスの中ねお仕事しても勉強できるからね、ぜひ頑張ってこういう形でねやっていってください。じゃあこんなところです、ね、でちょっと一息入れます。はい、それでは第2ユニットに参ります。ではですね改めて合格基礎テキストですね、こちらちょっとまたね余計なこれね収録とこんな気にしなくていいですからね、こちらねこちらのテキストご用意ください。でこちらねちょっと中身見てまいりますんで、でまた最初のね端書きとはこんなのねどっかで一回目通していただければ OK です。であと本書の特徴とかもね、ねこれもどっかで一回ね目通していただければ OK です。で目次ですね、こうやってずっと続いてますんで、これもね別に無理にご覧になる必要ないです。でこのこちらね目次が終わるとこちらですね、ここちょっと開けてください。8ページですね、8ページここねちょっと開けてみてください。で民法一般についてってことですね、ここに上がってますね、こちらでこれねおいしょちょっと軽く見ておきますよ。よいしょ。で民法は一般市民ね、私たちです、私たちの間で起こる身近な、ね、こういうトラブル、もうちょっと言うと法的なトラブルですね、法律が絡んでくる法的なトラブルを解決するための法律ですよということで、ね、例えば A が B に騙された、ね、いわゆる詐欺です、詐欺騙されて高土地を買って代金払っちゃった、ね、で A はこの場合この契約を取り消して代金を取り戻すことができるかとか、ね、この場合に登場するのがこの民法ですよということで非常に身近な法律です、私たちにとって、ね、で内容的には民法相続、ね、でこの中でも特に、ね、この民法相続って言われている部分ですね、まあ、私でお話ししますけど特に意思表示、代理、そして時効、この3つがこの民法相続っていう分野の中で非常に、ね、この鑑定士 ね、試験の出題頻度っていう点では、ね、重要な分野になりますから。であと続いて物件、担保物件、債権総論、あと債権格論、であとさらには家族法って言われている分野、これ親族法と相続法に分解できるんですけど、こういう構成ですよってことで、実際民法の条文がこういうね順番です。最初民法相続から始まって最後がこの相続法で終わるとね、全部で1050条条文があります。この後ちょっとね条文集も見ますけどもね、ちょっと軽くねこんなあこういう構成なのかなね、ちょっと軽く頭に入れていただければ OK です。で各分野ですね、各分野民法相続、これさっき上でもねちょっとご覧いただきましたけど、騙されて契約結んでしまったらどうなるかねという身近な問題を扱いますよ。で次の物件ね、これは字をよく見てほしいんですよ。物の権利ね、物に対する権利ね、これです、これだから例えば所有権とかね、こういうのがね顔出しますんで、で物件では A が自己所有、これですよね、所有権って言いますね、自己所有の土地を B と C に二重に譲渡してしまった、いわゆる二重譲渡ですね。これ皆さんの中で宅建をやりになった方はね、これ権利関係で勉強したでしょ、二重譲渡って、ね、二重に売っちゃうんですね同じものを、ね、でこの場合どうなるのか、ね、
どっちが権利所有権取得するの B なのそれとも C なの、ね、こういうの物件というところで勉強いたします。あと担保物件、担保物件、これお尻は物件ですけど頭に担保がつく、ね、これは例えばお金を借りる、ね、銀行からお金を借りる、その時にね、これ貸金債務っていうんですけど、これを担保する、保証する、ね、ために設定する、ね、こういう時にこの担保物件っていうのはこれ使います、ね、また詳しく後でやります。借金する時これですよ、抵当権、ね、を設定する場合の問題点などを勉強しますよということで、とにかく担保ときたらね、これ保証ですね、保証、ね、とにかく銀行から借金する、ね、こんな時をイメージするといいですね。また後で詳しく勉強いたします。であと債権総論ですね、債権総論、ね、これ債権というのはね、またでやりますけど、これ字よく見てください。これ債権の債、これ人弁でしょ、ね、だからこれまたでやりますけど、人に対する権利、これを債権って言います。人に対する権利、ね、これ債権の債が人弁だから、この債権というのは人に対する権利です、権利。さっき上で出てきた物件、これはね、物に対する権利、この2つ、物件と債権、ね、これが民法を勉強する上で非常に大事なね、こういう分類になってきますので、また後で詳しくお話します。でこの債権総論ではね、ここに上がってますけど、契約を守らなかった場合の問題などを勉強しますよってこと。であとこの最後、債権各論、売買契約や賃貸借契約で、こういう具体的な契約が出てきます。こういうの各論って言います、ね、具体的な中身が出てくるんですよ。こういうの各論って言います。売買とか賃貸借とかに何らかのトラブルが発生した場合にどのような、ね、あの処理をするのか、そういうのを勉強いたしますん で, であとさっき上で出てきましたね、この家族法ですね。これは基本的に鑑定士の民法ではほとんどやりません、出ません。もうこれはもう国交省がね、あの受験案内の中ではっきりとね、あのこれは言ってますから、ね、もうこれ前半です。これはまた後でお話しますけど、財産法っていうんですよ、財産法。また後で詳しくやります。これね、こういうの財産法って言います。こちら、ね、相続、物件、担保物件、債権総論、そして債権各論、ここまで、ね、ここまでを財産法って言います。でおよび以降、後半ね、これを家族法って言って、大きく財産法と家族法、ね、民法ってこういうふうに大きく二分できるんですよ。で家族法っていうのがね、親族法、ね、親子とか夫婦とか、ね、そういう内容を取り扱うんですよ。で相続法、これはもう読んで字のことして、ね、親が亡くなって子供が相続した場合とか、そういう相続関係ですね、起立する。だから共にこれ家の中です。家族法っていうのは家の中の、ね、これ話なんですよ、ね、こういうの家族法って言います、ね、でこれは基本的に鑑定士の民法では出ません。ただこの家族法の中のね、この財産法と関係する条文は出る、ね、この財産法と関係する論点は出る。またこれ詳しくは個別にね、その時お話しますんで、とにかく民法をね、大別して財産法と家族法に分かれるけど、鑑定士の試験で出るほとんどが財産法だよ。したがって今ね、ずっとご覧いただきましたけど、ここ債権各論で終わってるんですよ。家族法については触れてません、ね、また後で詳しくやりますから、ね、こういう形で少しずつね、慣れ親しんでいってください、ね、最初から完璧にね、あの理解する必要ありませんからね。で次、今度鑑定試験の民法の特徴、これ一応ね、簡単に載っけました。で2問とも事例問題で出るよ、ね、さっきご覧いただきましたね、 A とか B とか高土地とか落ちた建物とか、そういう具体的な事例出ます、ね、この逆が一行問題って言うんですよ。一行問題、よく大学の法学部の学部試験なんかではね、あの一行問題出ますけど、鑑定士はね、一行問題じゃなくて事例問題です、ね、例えば一行問題ってどんなのかというと、例えばね、あの権利の乱用について論ぜよとか、もうまさに一行でしょ。そういうの一行問題って言います。でも鑑定士はとにかく事例問題、これ出ます。具体的な、ね、こういう事例問題で出るよ、そういうこと。であとこの次の2番目、これさっき上でも話しましたけど、全域からね、全域からまんべんなく出るんじゃないよ、財産法。これさっきお話しましたね、これね、とにかく財産法がメインだよ。相続物件、担保物件、債権総論、そして債権各論、ね、だから家族法からは基本的に出ないよ、そういうこといいですね。であと3番目ですね、問題のレベルは高いが、ね、民法を苦手にする受験生は多く、論文合格者の答案のレベル自体はそんな高くないよってこと。また最近はね、これだいぶレベルも下がってきてるんですよ。大学の法学部の学部試験のような基本的な問題に変わってきてるよってことで、ね、
ただこれちょっと法学部出身じゃない方はちょっとピンとこないかもしれないけどね、本当にね、あの効果系ですね、何回も言いますけど効果系に載ってるような論点をポーンと素直に出すような、そういう問題にかなり変わってきてるんですよ。だから答案書きやすいです、そういうことで、こちらね。であとこれ4番目、六法の使用は認められてません。これ昔からです、ずっと。でもさっきもね、実際現物ご覧いただきましたけど、問題文の下にね、参考条文の形でね、この関連する条文載っけてくれてるんで、これがまた非常にね、あの答案書く上で大きなヒントになります、ね。まあ、一応こんなところですね。であと今度右のページですね、こちらにね、この対策っていうのをいろいろね、私の方で載っけてありますけど、これはねもうご自分で後でね、どっかのタイミングで構いません、ね、この中身についてはご自分でね、あの一回ざっと目を通していただければ OK で、ただね一応ここに書いておきました、今後ね、今後ですよ、勉強方法で悩んだらここねお読みくださいということで、ここに立ち返るようにしてみてくださいですね。ただね、実際はほとんどの方がもう教えてチューターでね、あのね質問送ってこられるんで、それでも OK です、ね、もちろん一応こう読んでみて、それでもなんかちょっとまたね、ちょっとピンとこないな、ね、ちょっと自分にこうなんかこうなんていうか、ピタッとくるようなそういうね、あのアドバイスじゃないなっていう場合、あの教えてチューターで遠慮なく送ってください、質問ですね。ね、でできれば一応ね、一回ここからやっぱ読んでほしいですね。ね、ここ対策いろいろ私載けてますんで、ね、その上でちょっとなんか自分になんかベストフィットねする内容じゃないんでね、ちょっともう少しあの教えてくださいということでね、チューター利用される分には全然 OK ですですね。でちょっと一回項目だけ見ておきますね。ね、なんかだからこの本文ね、中身はあとでご自分でお読みになってくださいね。でまず一つ目、講義をしっかり聞く、これさっき言いましたね、しっかりでね、欲を言うと複数回ですね、複数回、実際論文受かる方の多くがやっぱ複数回聞いてる方結構いらっしゃるんですよね、複数回。ただ皆さんね、お仕事をお持ちの方も多いんで、なかなかね2回聞いてくださいと私もなかなかねこう正面切ってなかなか言えない部分ありますけど、私の中ではできれば2回聞いてほしいで、2回目以降はね倍速で構いません、 1.5 倍速でも構わない、そういうこと、ね、であと2番目、この民法の勉強の対象は条文と論点だよってことで、論点っていうのがまさに効果に載ってんすよ、これここに書きましたけど、いいですね、156個、もちろんね全部やる必要ない、さっき言いました ね、重要度アルファベットで示してあって、ね、上位2つ、ダブル A とシングル A の論点やればいいよ、申し上げました、ね、一応156個載ってるけども全部やる必要ないよ、でも一応あれが論点で、これだけやってもダメだよってもうね、今回これ冒頭からお話してます、こっちです、条文の知識です。でこれが意義、趣旨、要件、効果の4つに分けられるんですよ、またこの後見ていきます、ね、それぞれの条文、もちろんあの試験出ないような条文は取り上げませんよ、試験で出る可能性のある条文については、ね、その条文の意義どういう意味なのかな、あと趣旨、必ず趣旨があります、ね、まあ、目的って言ってもいい、ね、あと要件効果、これこの後また詳しくお話します。一応4つ分解できるんで、これが答案を書くときの基本的なベースになる知識なんですよ、意義、条文の意義、ね、どういう意味かな、どういう趣旨かな、あと要件効果、これをやらないでいきなり論点だけやってもダメだよ、そういうこと、詐上の漏洩です。やっぱ読めばね分かります、あこの人この意義、趣旨、要件、効果全然分からないで、ね、どっかのなんか論証集の 論証覚えてただそれを吐き出した答案だなっていうのはやっぱ読み手は分かるんですよ。特に試験員は大学の先生なんで、ね、あの学生の、ね、もう答案嫌ってほどもう、ね、もう数え切れないぐらい見てますから、もうちょっと読んだだけで、あこの人は付け焼き刃のねこの論点の論証だけ覚えたな、ね、それ分かりますから、いいですね。だからそうならないためにも、ね、急がば回りじゃないけど、ね、もう冒頭から何回も繰り返し申し上げてますけど、ね、こういう基本的な知識ですね、これを押さえていくようにしますですね。こちら次で今度、3番目、3番目は裏ですね、こちらご覧ください。こちらでこれはさっきお話しましたね、3番目、合格基礎テキストと効果系民法との関係ということで、とにかくこのね合格基礎講座の中ではこの合格基礎テキスト、これに沿ってお話していきます。で効果系は適宜ね必要に応じてこの合格基礎講座の中で使います。でこの合格基礎講座が終わった後はこちら合格民法にシフトしていただいてね、あとはこちら合格基礎テキストは参考書として使ってくださいね、申し上げました、いいですね。
次、今度4番目で無駄な勉強しない。これさっき言いましたね、書面審査です。答案に書けなかったら無価値ですから。だからね、これさっきね、私もすでにお話しました、答案にどうやって書くのかな、これを意識したね、常にその到達点を意識した勉強を心がけるっていうこと、よろしいですね。4番目、次、今度5番目、これも大事なんですよ。皆さんこれご覧になって、と思うでしょう。9割理解1割暗記、って、ね、もちろん暗記が重要じゃないよ、ね、そういう意味じゃないですよ。暗記重要ですよ。もちろん合格に上がってる論書を覚えなかったら答案書けませんから、ね、また合格基礎的に上がってるね、異議要件、ね、異議趣旨要件効果、ね、ああいう重要な知識も使いこなせなかったらやっぱ正確な答案書けませんから。だから、ね、やっぱ暗記は大事ですよ。ただイメージとしてはいきなり暗記から入ったらダメだよってこと、これさっきも申し上げましたね、これを言ってますですね。9割は理解、とにかくね、やっぱり理解に努めてください。さっきも言いましたけど、行政法規の勉強の仕方とスタイル違うよって申し上げたでしょ、ね、行政法規の時はとにかく覚えればいいんですよ。でしかもマークシートだからね、塗りつぶせばもう正解ね、もうこれそれで OK なわけでしょ、答え出せるわけでしょ、ね、だけど論文ですよ、これは民法論文書かなきゃいけない、そういうこと。だからその前提としてまずしっかり理解しなきゃね、正確な論書を書けませんから。だからまずは理解で、本当にねこれ理解 9割理解で私書きましたけど、本当にそんなね、まあ、勢いっていうかねイメージなんですよ。とにかく理解して、で昔からこの法律学っていうのはね、なぜかの学問っていうふうによく言われるんですよ。ずっと昔からもう昭和の時代ですよね、ずっと昔から言われます。常に一行読んだらなぜかな、一行読んだらどうしてかな、その理由を考えろ、ずっと昔からよく言われるんですよ、ね、でなんでこういうなぜかの学問というふうに言われるかというと、やっぱりね理由が大事なの、理由が、ね、法律の答案ね、実際皆さんこれ書いていただきますけど、必ず結論だけじゃなくて、さっきもねこう書け、あの青のマーカーでいるわけでしょ、理由の部分、あれが大事なんですよ。理由の部分大事なの、ね、どうしてこの理由の部分が大事かっていうと、法律は説得の学問だからです。いざ裁判になった、その時にね訴える人原告って言うんだけど、で訴えられた人被告って言うんだけどね、当然間に裁判官が入って争うわけですよ。その時に原告はね、いろんな主張を立証して裁判官を説得して、何とかして自分を勝たせようっていうふうに働きかけるわけでしょね。裁判官を説得しなきゃいけないんですよ。その時に結論だけポンと言ったって裁判官何言ってんのとかって聞いてくれません。できちんとした理由をね述べて初めて、なるほどねとね、原告さんの言い分もっともだねってことで原告を勝たせてくれるわけですよ。だから法律ってやっぱこれも昔から説得の学問って言われてる。だから勉強する時も理由が大事なの、大事なの。だから皆さんの中でね、あの法律をね専門に勉強した方とね、私こう喋るとね、口頭でねこうやっていろいろやり取りするとすぐ分かる。なんでかというと、法律を勉強した人って必ずね、もう本当必ずって言ってるくらいね、理由を言うんですよ、言うのね。まず結論ポンと言って、その後なぜなら、もちろんなぜならなんてこと言いませんよ、普通ね喋り言葉で。なぜなら言わないけど、ね、だってこうこうこうですよねって感じで言う、ね、あるいはこうこうこうだからこうかんこうですよねって形で、必ずねとにかくその言葉の中に理由を言うんですよ。そういう習慣がついてんの、法律をやった人は。それぐらい理由って大事なの、いいですね。でこれはやっぱりしっかりとね、やっぱり理解しなきゃいけないんですよ、ね、だから理解大事だよ、大事だよ、そういうこと、結局ここに帰着します、ね、でちょっと戻りますよ、ね、だからこちら理由、どうして考えてください。ただ実際皆さんね、他の科目もやんなきゃいけないんで、民法ばっかり時間かけてられませんからね、まあ一行読んですぐどうしてかな、でもう一行読んでどうしてかな、なかなかねそこまでやってる余裕ないかもしれませんけど、一応基本的な姿勢としてはね、このね、なんでどうしてね、これね、これを意識するようにしてみて、そうすると本当にね、あの民法的な法律的な思考が身につくからね。この理由が大事、結論だけ言ってもダメ、ね、説得の学問だから、ね、これ覚えておいてください。であと6番目高得点を狙わない、ね、ただこれはね最近本当にね、さっきも言いましたけど採点も緩いんでね、結構皆さんね、特にうちのね受講生さん受かった方もそうじゃない方もね、
もう60点以上合格点ですね、60点以上6割だからね、あの取る方多いですねこちら。ただね、あんまりこう高得点を意識した勉強はしなくていいです。そうしなくても取れるからいいですね。とにかくダブル A とシングル A ね、この2つ上位2つね、この論点をしっかり押さえていけば十分高得点つきますから。であと7番目、これ最後ですね、形式面を軽視しない、ね、これは答案の話です。答案各段の話なんですけども、これはねまた答例の時に詳しくお話します。やっぱ大事なんですよ、書き方があるの、書き方があるね。やっぱ5にいれば5に従いでね、一応これ書きましたけど、これねやっぱり法律のね科目には法律の科目特有の答案の書き方があるよっていうことね、これまた答例のね解説の時にお話しします。こういうのもね一応頭の片隅に留めておいてください。よしですね、まあ、ずっとね見てきました。まあいろいろね私このずっとね今回この1回目講義始まってからねお話してきましたけど、いかがでしょう。なんかこの通信講座の場合なかなか皆さんのね生の声ダイレクトにちょっと聞く機会がねありませんので、なかなか皆さんの反応わからないのがちょっと残念なんですけども、なんとなくですよ、これからご自分が勉強していく民法ね、その特徴だとかあるいは勉強のやり方がなんとなくでいいからなんかイメージつかめたなっていうふうに言ってくださったら非常に幸いに思います、ね、本当にねちょっと民法他の科目と経路が違いますんで、唯一法律科目ですので、ね、この後もやっぱり法律特有のねやっぱりそういう特徴が結構前面に出てきますけど、ぜひねしっかりと講義を聞いていってください。じゃあ中身具体的にねちょっとテキストの中身入っていきます。今時間大丈夫ですね。で1ページです、こちら開けてください、ね、またなんだまた民法の考え方から言うと、ねまあ、重複する部分も当然あります。でも新しい内容も入ってますから、ね、このテキストに沿って見ていきますよ。でこちらの、ね、図を見てください。民法とはどのような法律かということで、ね、こちらのコメント欄も立てて、ね、ご自分で、ね、あの読んでおかれれば OK で、これもさっきも、ね、それにお話しましたね。まず相続で財産法と家族法に大きく二分できるよ、分解できるよ。で財産法の中がね物件と債権、これもさっきお話ししましたね、物に対する権利物件って言うんですよ。で債権ね、これ人弁だから人に対する権利、これを債権って言うんですよって言った。でそれぞれのちょっと大きくしますよ、こちらこの物件の中が物件総論って言われる分野と、あと物件格論って言われる分野がある。で格論ってのはさっきも申しましたけど、具体的なねこの種類が出てきます。例えば所有あの占有権とか所有権とか、あと用益物件とかね、これまたね、あと担保物件とか、また後ろでね詳しくやりますけど、こういう具体的な物件がずらずらって出てくる、こういうのを物件格論っていう。でこの格論の共通項ですね、共通項をまとめたのを総論って言うんですよ。総論って言います。この相続もそうなんですよ。この相続っていうのはこの図からも分かりの通り、財産法と家族法両者にまたがってるでしょ。だから両者の共通項をまとめたのがこの民法相続って呼ばれる内容です。この後やりますけど、意思表示とか代理とか時効とか両者に共通する要素、こういうのをまとめたの相続とか、あるいは総論って言い方をするんですよ。共通項です、各論の具体的な内容の共通項っていうイメージで今後見ていってください。いいですね。であと右が今度債権、人に対する権利、これも同じなんですよ。やっぱり最初に債権総論っていうねこの総論が来て、でその後に債権格論という具体的な中身が来る。でしかもこちらもっと細かく物件よりも細かくて、この債権格論の中がまずまた契約総論というまた総論が来て、でその後に契約格論、例えば売買とか賃貸借とか請負とか、そういう具体的な契約の名前がずらずら出てくるんですよ。でやっぱりこれもね具体的な内容格論で、この具体的な契約の共通項をまとめたのがこの契約総論ってことで、あの同時履行の公弁権とか危険負担とか解除とか、そういう契約のねそれぞれの各契約の共通項をまとめた内容が契約総論で出てきます。これね、とにかく各論のねこういう具体的な内容の共通項っていう視点で見ててください。であと事務管理不当利得不法行為、こういうのもね債権各論中で規定されてます。これですね。で右が家族法、これ、ね、太字になってないでしょ、ゴシックになってないでしょ。さっきも言いましたけど基本的に出ません、出ません。ただこれもさっき申し上げましたけど、この家族法中でね規定されてる、ね、この内容で財産法と絡む場合は、ね、試験でも問われることがあるよってことで、
それは個別具体的にね、それぞれの歌詞でまたお話しますから、とにかく皆さんの方におかれましてはこんな感じ、相続で財産法で物件と債権ね、この太字にしたね、ここがあこれから勉強していく内容の柱だな、そういうふうにご理解ください。いいですね、これが全体像です。こちら、ね、でこの後ね、具体的に中身見ていくんですけども、これね、それぞれこれ引き出しと思ってください。この中にいっぱい条文がぎゅーっと詰まってますですね。だからこれその条文、まあ、いわば部品って言ってもいい、ね、これをねこの後それぞれ、ね、この引き出しを開けて、それぞれの分野、ね、こういう総論とか各論とかそれぞれの分野の引き出しを開けて、ね、いっぱいその条文が出てきますから、これを使って、ね、実際につなぎ合わせて答案を書くというそういう流れになってきます。でちょっとここでね具体的にお話をします。で、条文集ですね、ちょっとね条文集ご用意ください。こちらちょっと具体的にこれはね今回お話をしておきます。こちら条文集ですね。でちょっと表紙ねめくってみてください。目次が出てきますですね。で第一編が相続、これですよね。さっきお話しました財産法と家族法ね、両者の共通項、これをまとめたのが民法相続ですよって言ったね。で下降りてってください。物件ね、これもさっきありましたね、物に対する権利。で今度下降りて、で今度裏のページですね、めくってみてください。今度第3編で債権でしょ。でずっと下降りてって、今度右のページですね、こちら続きますよね。で今度第4編が親族法で、まずこれね家族法の中の親族ね、親子とかね、あと夫婦とかそういうやつですね、家の中で。最後めくってください、これが最後ですね、よいしょ、相続法、これも家族法のね内容ですよね、家の中、こういう流れです。で最後条文ずっとして下降りてっていただいて1050条いっぱいありますねでもね何回も申し上げてますけど、全部がベターと出るわけじゃありませんからね。であとちょっと注意してほしいのがね、これも載っけてますけど、借地借家法、これも載っけてます。これも一応民法の試験範囲に入ってますから、したがってこれ特に賃貸借っていうところでね、この借地借家法をやりますから、これもちょっと軽く頭入れといてください。これも一応試験範囲に入ってるよっていうことですね。でさっき私ね、各分野の引き出しからね条文っていう部品を取り出して、その部品を組み合わせて答案作るんですよっていうふうに申し上げました。まあこの答案がいわば商品って言ってもいいでしょうね。最終的に試験員に評価してもらうね、まあ値段をつけてもらう、そういう方わけですよ。これがまあね、この鑑定士の民法の試験の、まあ強いて言うとイメージです。イメージ、各分野の引き出しがあって、そこから条文というね部品を皆さんが引っ張り出すんですよ。引っ張り出さなきゃいけないんですよ。いいですね、難しくないから、難しくないから、いいですね。各分野からね、その試験で使うね部品である条文を引っ張り出して、その部品を皆さんの方でつなぎ合わせてね、そして答案を作ると、商品、答案という商品を作んなきゃいけない、これです。で具体的に申し上げます、申し上げます。例えばね、皆さんと私との間で売買契約を結んだとしますね。皆さんが例えば土地を持ってる、で私それが欲しいなと思って皆さんと交渉してね、売買契約を結んだね。皆さんが売り主、私が買い主、いいでしょ。そうするとこれ条文戻りますよ。こちらこれがね555条なんですよ。こちら3ページですね、ここ大きくしますよ。ここです、売買です、555条。これね、また後で時間あったら一回見てみてください。条文開いて555条ね、これこの条文使うんですよ。555条、売買です、売買。これは大丈夫かな、債権のずっと下降りてっていただいてですね、こちら今度これ契約です、債権各論のね、契約のさらに終わって、こっから贈与から契約各論っていうね、具体的な契約の種類に入っていくんですよ。その2番目です、2番目、贈与につきね、売買、この中の555条、ここに規定してます。でこれ後でまたね時間あったらちょっと見ていただきたいんですけども、これ見てもらうと、皆さんとね、皆さん売り主で私は買い主、皆さんと私との間でね、売りましょう
買いましょう、ね、この2つの意思表示っていうんですよ、ね、また後で詳しくやりますけど、ね、皆さんがじゃあ売ってあげますよ土地ね売ってあげますよ意思表示します。でそれに対して私があぜひ売ってください、ね、買いますよって意思表示をする。この2つの意思表示が合致をすると売買契約が成立するよ、そういう条文です。これが555条、ね、これ使いますですね。これによって皆さんと私との間で売買契約が成立をするということですね。でところが後日、ね、期限過ぎても私が売買代金払いません、これ債務不履行って言います、ね、簡単に言うと契約違反って。でこれがまた条文があるんですよ。でまた条文を取りますよ。これが415条です。ちょっとちっちゃくしますよ。よいしょ、こちらここです。この第3編債権の中の相続、これ債権総論の中の債権の効力第2巻ここです。こちらね415条ですね。でこの途中ですね、このほにゃららの途中の中です。ここに上がってるんですよ。こちらこれ412条で422条の2でしょ、この途中415条ここに上がってます。これ、ね、この条文をまた皆さんが引っ張り出すんですよ。引っ張り出すのこの引き出しからですね、この債権総論っていう引き出しの中から415条っていうねこのね部品を引っ張り出す。でこれ見るとね、また後で時間あったら見ていただきたいんですけど、債務不履行の場合ね、皆さん私に対して弁償しろってね、いわゆる損害賠償請求ができるよ、そういう規定なんですよ。さっき私が期限過ぎてもお金払わない、そういう事例だったでしょ。この場合私は債務不履行なんで、皆さんは弁償しろ、私に請求ができる、これが415条です。いいですね、こんな具合です。こんな具合で、ね、だからそれぞれの分野から、ね、その引き出しから条文っていう部品を皆さんが引っ張り出して組み合わせなきゃいけない。今ご覧いただいたようにたった今2つの条文だけお話ししましたけど、ね、もうそれぞれの分野から、ね、分野が違うんですよ。そこから引き出し開けて条文っていう部品を引っ張り出して答案の中で組み合わせて書かなきゃいけないんですよ。もうちょっと言います、ね、例えば私が忙しい、ね、皆さんからねこう土地を売ってもらうんだけど私なかなか忙しいってことで、実際には私が契約をしないで別の知り合いの第三者に例えば代理を頼んだとします。代理でまたこれが条文があるんですよ。でこれがね一番最初相続です。こちら1ページを戻りください。民法相続こちらね。でこちら見ていただきますと第5章法律行為の中の第3節代理、これなんですよ。ここの条文99条これを引っ張り出すんですよ。引っ張り出す、そういうことね。なんとなくイメージ持てました、ね、ただ引き出しからなんか部品引っ張り出すだけでダメなんですよ。要するに条文、実際にご自分がね皆さんが答案で使う条文、いろんな分野にまたがってんの、まあ、散らばってるって言い方ちょっとね不正確かもしれませんけど、いろんなところにね条文が規定されてて、それを自分で引き出し上げて引っ張り出して答案中でつなぎ合わせて答案書かなきゃいけないですね。でこれはね結論から言うとはっきり言って慣れです。心配しなくていい。最初今聞いただけでね、いや先生それわかんない、ちょっと引き出し開けろとって、そもそもどこに何の引き出しがあるかわかんないよ、ね、おっしゃると思う。もしそれはもう至極もっとも当然です、ね、でこれは慣れです。慣れればできるようになるから、実際みんなそうやって受かっていってるんですよ。そういうことで、そのためにもやっぱりこの合格基礎講座をねしっかり聞いて、合格基礎テキストに沿ってね、まず一個一個の引き出し、さらにはその引き出しの中の規定されている条文、これ部品ね、これをやっぱり一個一個丹念に見ていくしかないんですよ。まずはね。で あそこの引き出しにあの条文があったな、こっちの引き出しにはね、まあ、引き出しでは分野ってことね、こっちの引き出し分野にはこの条文があったよ ね。そういうのをこういう講座を通じてこのテキストを使ってまず一個一個押さえていくしかないんですよ。だからやっぱりどうしても若干時間かかるってこと。でもこれもね慣れちゃったらね、あの条文あそこだね、この条文こっちだよね、もう皆さん合格者そうやって使いこなせるようになりますから、心配はいらない、慣れです、まあ、どんな勉強でもそうですよ。最初からできる人なんかいません。慣れ、ね、でそのためにもやっぱりねこの講義しっかり聞いてください。テキストに沿って各分野ごとにね、各引き出しごとにね、いろんな重要な条文ねしっかりこうやって一個一個説明してきますから、よろしいですね。そういうことです。じゃあちょっとここで休憩入りましょう、ね、この休憩10分間ですけど、その終わった後、ね、
またね、引き続き中身入ってきますから、ぜひね、しっかり聞いてください。じゃあ10分間お休みください。はい、それでは後半の第3ユニットに参りましょう。ではですね、改めて合格基礎テキストですね、こちらお戻りください。こちらですね、先ほどね、こちらの図でいろいろねお話をいたしましたね。いかがでしょう。ですからこちらね、さっきも申し上げましたけど、この太字の方ですね、こちらが鑑定士の民法で勉強する柱になりますんで、右の家族法ですね、こちらそんな気にしなくていいよということですね。で、勉強するときもね、今自分がどこ勉強してるのかな、ね、そういうのをね、やっぱこう意識するって大事ですね。そうじゃないとね、もう完全に埋没してしまいますんでね、あの木を見て森を見ずっていうのはやっぱ良くないんですね。法律を勉強するときは常に全体像です。全体像ね、これを意識する、そういうこと、これがやっぱ大事になってきますんでね。だから一応ね、こんな形で今自分がどこやってるのかな、これ大事です。その意味でここですね、民法の学習に際してはこの図をね、ぜひ意識するようになさってください。別にこと細かくね、そこまで意識する必要ありませんけど、今どの辺かな、ね、この辺は、ね、そういうのは一応ね、意識するようにしてみてください。で、下行きますよ。ここからね、見ていきます。で、民法は基本的に私人、ね、私人、こちら、この名前ちょっと覚えちゃってくださいね。これ私人って言います。で、これ一般市民、私たちです、ね、で、国地方公共団体等以外のいわゆる一般市民、これを私人というふうに学者が定義づけるんですよ。簡単に言うと私たちです。私たち一般市民、ね、国地方公共団体等のいわゆるこれ公的機関って言いますけど、公的機関以外、ね、の一般市民、ね、こういうのを私人というふうに呼んでます。私的な人、私的な人、ね、で、基本的に私人と私人との横の関係、横の関係を扱う法律、ね、こういうのを私法って言います。私の方ですの一般法、一般法、ね、この反対概念が特別法です。商法とか労働法だとか、ね、あともっと言うと借地借家法もそうですね。これも特別法ですけど、であると。これが民法の学者による、まあ、最初の、ね、説明なんですよ。大体民法の、ね、専門書の最初に、ね、これ載ってるんですけど、これ聞いても何のこっちゃって感じでしょう、ね、まずでもね、この私人という言葉ね、これこういう国とか地方公共団体等のこういう公的機関の反対概念です。反対概念ね、これ私人、ちょっとこれは軽く頭ね、さっき言いましたけど頭入れといてください。私人、私人ってことですね。こちらですね。で、横の関係、横の関係ってどういうこと、ちょっと裏のページ見てください。こちらに図が載ってますんで、こちらこれですね、ですね。で、上が国地方公共団体等の公的機関、今申し上げました、ね、で、下が私人、私たちです。 A さんとか B さんとかで、これ図がね、縦と横というふうに書いてあるでしょ。縦と横、大体ね、これ大体どの学者も同じようなこの図を書いてこの箇所を説明するんですよ。公法とか司法とか、この後見ていきますけど、これを説明するとき大体ね、学者がどの学者も同じようなこういう図をね、もうずっと昔から書くのがもう一般化してるんですね、これは。で、これね、どういうことかというと、まずとにかくね、公的機関、これとにかく、まあ、上っていうね、そういうね、まあ、発想がやっぱあるんですよ。まあ、これ戦前の影響かもしれませんけどね、まず上で、下に、まあ、私国民私人、ね、が来るよ。で、こういう縦の関係、こういう公的機関が上で、まあ、一般国民、私たち市民ですね、が下、ね、という形でこういうね、あの表現するわけですね。こういうのを縦の関係って言います。縦の関係で、こういう公的機関と私たちね、市人との縦の関係を規律する法を公法って言います。公法、ね、これ憲法もそうでしょ。憲法、あと刑法とか、そういうのもそうですよ ね、 ね、これ公的機関と私たち国民との縦の関係、こういうのを公法って言います。公法。で、横の関係、これがさっき前のページで出た横って意味なんですよ。私人です。私人。だからこれ、こういうのを司法って言うんでね、公的機関が顔を出さないんですよ。いいでしょ。こういうのを司法って言います。で、民法はまさに司法なんですよ。ね、さっきも事例ちょっとねご覧いただきましたけどね、あのこれ詐欺にあっちゃったね、
でどうやって取り戻せるかとか、あとさっきね皆さんと私との間でね売買契約の事例を話しましたよね。皆さんが所有している土地を私が買ったとか、全部これ私人じゃないですかね。こういうのを横の関係って言って、この横の関係を切り捨てる方を司法って言い方するんですよ。縦だったら公法、横だったら司法で、民法は司法です。横の関係だから公的機関ね、国とか地方公共団体とか、いわゆるお上が顔を出さないんですよ。あくまでも私たちだけです。いいですね。こういうの横の関係司法って言います。でもう一回ちょっと前のページ戻りますよ。これね、だから戻りますと、民法は基本的に私人ね、と私人との横の関係を扱う法律だよね。司法これです。なんとなくイメージ持てますかね。お上は顔を出さない、そんなイメージですね。でさらには一般法って言います。司法の一般法で、司法の特別法がね、商法だとか労働法だとかで、この中に会社とか出てくるでしょね。これ一般市民じゃないじゃないですか。だから特別法。あとさっきも言いましたけど、借地借家法もそうですね。借地借家法も特別法です。特別法ね、こちらまた後でこれ賃貸借でやりますね。これ借地借家法特別法ってことで、でちょっと続けますと、逆に国地方公共団体等と私人との縦の関係ね、これさっき裏のページでもご覧いただきましたけど、こういうのを公法って言って、さっきも申し上げましたけど、憲法とか刑法とか、とにかくお上が顔を出すんですよね。こういう方で、民法最後ね、民法は平等で対等な一般市民を念頭において規定された法律ですよということで、ね、今最初にこの公法と私法っていうのをねお話ししました。この私人って言葉はね、ちょっと頭入れといてくださいね。こちら私人、あと司法ですね、この言葉も。でこれ実際に先生これ鑑定士の民法で使うのってちょっと皆さんね、そういうふうに疑問持たれません。これでね、これ使う場面がね、これ一箇所だけですね。ちょっと高架け開けてください。高架け民法の28番ちょっと開けてみてください。よいしょ、こちらです。これこう、これ使うんですよ。ちょっと指示つけますよ。ここで公法っていうことですね。ね、公法、ね。あとさらにこの下の論証中にね、ずっと下降りていってくださいね。司法とやっぱ出てくるんですよ。これですね。こんな形でちょっと今ねキーワードこんな形でねお示ししましたけどね、ここで使うくらいですね。今ご覧いただいてるこの合格基礎テキスト2ページのね、この公法とか司法とか。この言葉ですね、あと詩人とか、ね、これ使う場面がこの高架家の28番ぐらいなんで、でこれはねまた後でやりますけど、これ代理なんですよ。民法総則の中の代理っていうところでね、この論点があります、ね、110条ってまた後で詳しくやりますけど、この時にこれ使うぐらいですね。ですからちょっとその位置づけだけちょっとね今押さえておかれればいいです、ね、どこで使うのかな。やっぱこれ大事なんですよ。勉強する時にね、ただ単にねなんかこういう知識あんなじゃなくて、果たしてね、さっきも言いましたよね、常に到達点を意識した勉強を心がけてほしいんですよ。到達点とは当然答案に書く段階ですよ。あそこは決戦場ですよって申し上げたでしょ。常にどうやって答案に書くの、ね、だから常にその知識どこで使うの、これやっぱり心がけてください。意識するってことですね。そうするとここの公法とか司法とかあと私人とか、ね、こういうのは公家家民法の28番、ね、28番で使えますんで、いいですね。ちょっと位置づけね、メモする方はメモしておいてください。公掛28とかね。まあ一応ナンバーですね。こんな感じでいいですよ、ね、公掛、ね、略して、ね、もちろん公掛ってフルで書いてもいいですけどね、公掛28って、公掛28って書いておけば、あるいはナンバーって書いた方が分かりやすいですからね。ページの場合もありますからね、ページで書いちゃう、ね、のもいいですし、ナンバーでもいいです。公掛ナンバー28とかこういうのね書いておかれるとね、この知識どこで使うのかな、ね、悩むことなくなりますから、ね、で必ずねどこで使うのか、これねそれも意識して勉強していってくださいね。で次今度下行きますよ。であとは下はねもうすでにお話ししてます、ね、これまた後でお読みになっておいてください、ね、もう全部すでにお話をしてます。下ずっとずっとでそれぞれの、ね、分野引き出しですよ。さっき私から言ってる分野、それぞれの分野、ね、これどんな条文があるのかね、部品ですよ。条文ね、どんな分野、ね、この引き出しにどんな部品条文が入っているのか、これをねお示ししてますんで、こんな形でね結構詳しく載っけてますけど、
また後でご覧になっておいてくださいですね。で次、今度右のページに行きます。今度3ページね。でこれまたちょっとね、理屈っぽい話が入ってきます。またちょっと気を引き締めて講義を聞きになってください。帯番号2番、民法の体系ってことですね。なんだまた体系あんのか、ね、大事なんですよ。法律って体系大事なんですよ。どんな法律もそうだけど、ね、でこちらね、ちょっとちっちゃくしますよ。まず左側、これ A さんがいますですね。で向かって右が B さんがいる。で A さんが売るっていう意思表示をしてます。この矢印は意思表示って言います。この後詳しく見ていきます。でそれに対してね、この右側の B さん、 B さんが買うよっていう表示をしてる。これもやっぱりこの矢印、これ意思表示って言いますですね。売るよ、買うよ、これさっきも私ね、皆さんにお話しましたよね。皆さんが売り主ですよ、ね、土地を私に売ってくれる、売るよって意思表示、あと私が買うよ意思表示、2つの意思表示が合致をすると売買契約成立するんですよ、条文555条ですよってやりましたね。あれを言ってるだけですいいですね。でこれが民法の体系の一番大事な基本形なんですよ。どういうことかというと、民法っていうのは契約、これを大前提にした規定なんですよ。いいですね。さっき言ったように、左で見たようにこれでしょ、私人横の関係ね、私人と私人との横の関係を規定する、こういうのを司法って言ってね、民法はこの司法の一種類ですよってやった、ね、で私人と私人との間、これ規定する、これ何ですか、基本契約じゃないですか。そういうこと、いいですね。ね、A さんと B さんで基本は契約結ぶでしょ、ね、横の関係で、ね、これ出てくる内容ったら契約ですよ。だから戻りますよ、こっち契約、これが民法が一番基本にしている前提なんですよ。ですね、契約です、契約で結びつき合うわけですよ。 A と B が横の関係がつながるわけですよ、契約をですね。でこれぜひね、売るよっていう意思表示、買うよっていう意思表示、2つの意思表示の合致ですね、によって売買契約が成立する。まずこれざっくり頭に入れてください。であとね、試験の主体とか客体とかね、これもやっぱり学者がよく使う説明概念なんだけどね、これあんまり気にする必要ないです、ここは。ですからね、いろいろやっぱ学者ってこういう説明好きなんですよね、こういう説明好きなんでね。だけどあんまりこの試験の主体とか客体とかそんなにね気にしなくても OK です。一応ねちょっと下見てくださいね。ここに一応試験ね、民法のような司法上の権利ね、これを略して試験って言ってますね、試験ね、試験って司法上の権利のことです。で試験の主体ね、これ A さん B さんともに主体で客体とね、よく学者がねこういう法律ですね、まあ、民法、特に民法の場合こういう傾向が顕著なんだけど、主体と客体とかにこう分解して説明する、結構そういう傾向があるんですよ。まあ、学者にしてみるとね、こうやって分解すると説明しやすいですよね、主体とか客体とかね。だからあくまで説明概念なんで、まあ、見て、まあ、そうなのかな、ね、主体 A さん B さん、客体土地建物です、いいですね。まあ、こんな感じでこれは1回見とけばいいです。答案でもあまり使わないですね、あくまでも説明概念ですこれ、ね、ともかくね、売るよっていう表示、買うよっていう表示、合致すると売買契約が成立するよ、条文は555条でしたね。ですよね、こちらで。ちょっと一回見ましょうかね、条文ね、さっきからね555条ね何回もご覧いただいてるんで、ちょっとまたこちら条文集ちょっと開けてみてください。555条ですね。で5条、こちらですね、58ページです。開けてみてください。こちら、ここですね、こちらですね。でこれ売買、ね、第三節売買の中のやっぱり相続っていう、まあ、これ共通項でしたね、共通項、ね、これ売買いっぱい条文あるんですよこれね。でこのタイトルですね、これ各条文ごとに基本的にこういうタイトルがついてるんで、こういうのもね見ていかれるとすぐね
これ条文番号を見てね、これ内容ですね、このタイトルを見ると大体この条文の中身がね、大体ね分かりますからね。こちらで、これはとにかく売買、これ売買いっぱい条文あるんですけど、この中の一番最初トップに来る条文ですね、555条、いきますよ。売買は当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを訳し、相手方はこれに対してその代金を支払うことを訳することによってその効力を生ずるということで、これ見ると効力生ずるってなってますけど、簡単に言うと成立するってこと、売買契約が成立する。でちなみに皆さんこれ分かります？売買は当事者の一方が、あと2行目相手方が、これそれぞれ誰を指します？まず当事者の一方がって、これ当事者の一方で誰？売買契約において売り主と買い主、これどっちを指します？財産権を相手方に移転、ね、これは売り主なんですよ、売り主で。特にねちょっとまだ財産権移転ってちょっとこれねイメージがちょっとつかみにくいかもしれないんですけど、相手方の方を見てほしいんですよ。これ相手方は何するって言ってるかというと、代金支払うって言ってるでしょ。そうすれば相手方が買い主、いいでしょ。ってことはもう一つの当事者の一方、これは売り主ってことで、売り主がある財産権、例えば所有権とか、これね売るわけですよ。またこれ所有権また後でね物件で詳しくやります。これもちろん他にもありますよ、財産権って他にもあるけど、一番代表的なのが所有権ですね。さっき私が皆さんとの間で土地の売買契約結んだっていう事例をお話したでしょ、ね、私が皆さんから土地の所有権取得するわけですよ。で皆さんが、ね、この所有権、ね、あなたに、ね、これ譲りますよ、これですよ、これ訳し、ね、だからこれは簡単に言うと売りますよっていう意思表示なんですよ。売るよっていう意思表示です、これを指してます。で訳し、ね、でそれに対して買い主である私がこれに対してその代金支払うよ、やっぱり訳する、ね、買いますよっていう意思表示です、ですね、よって成立するよ。これです、効力生ずる、意味は成立するってことですね。だからこれ、ね、まさに条文中に戻りますよ。こちらこの図が実は表現されてるんですよ。売るよっていう意思表示、買うよっていう意思表示、共に訳する訳するだったでしょ、ね、だから合致です、合致、約束ですから、契約っていうのは簡単に言うと約束ですからですね。これは難しく考えないでね、契約って言ったら約束ですよ。だから一人で約束ってありえないでしょ、だから二人でしょ、ね、契約二人、ね、A と B 約束、ね、こちらでこういうの契約って言います、ね、こちらよろしいですね。ちょっとイメージ持てましたかね、これね。でちょっと左見てください、側中のコメント欄に行きます。でここにねまた結構大事な知識ね載っけてますんで、いきますよ、コメント欄ね。右の図で A の売るという意思表示と B の買うよという意思表示が合致すると売買契約が成立しますよってことで、でこれねちょっと522条これもちょっと開けてみてください。こちらね、でこれはね522条、こちらですね、55条文書ですね、こちら見てください。こちらここです、タイトルが契約の成立と方式とかね、522条です、こちらね。でここに載ってます、契約は、ね、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示、これを申し込みって言います、申し込みに対して相手方が承諾した時に成立するよってことで、でここで申し込みと承諾ですね、申し込みと承諾、ね、要するにこの2つの意思表示が合致をすると契約は成立するよ、そういう規定です。で皆さんねここ条文よく眺めてみて、何々契約っていう具体的な名前載ってます？これ売買契約って書いてあります？書いてないでしょ、単なる契約ですよ。でこれちょっと上いきますよ、これなんですよ、第2章ね、これ契約総論なんですよ、契約総論これ。でちょっとテキストですね、これテキストで見た方が早いな、1ページを戻りください。こちら債権の債権格論の中の今ここです、522条っていうのは
契約草論です、ね、これが522条だよ、ちょっと書いておきますよ。522条ですね。でさっきの555条、こういうこと、さっきの売買ね、あれは555条契約各論なんですよ。また後で条文の位置づけ見ておいてください。今ご覧いただいた522条、これ契約草論です。さっき言ったように各論の、ね、これ具体的な契約が、ね、ずらずら出てくるんですよ。こういう各論の具体的な内容の共通項をまとめたのが総論ですよって言ったでしょ。だからこの522条を見ると単なる、戻りますよ、契約って書いてるんですよ。具体的な契約名書いてないんですよ。そういうこと、いいですね。こちらで、これは契約一般です。だから売買に限らないんですよ。他の全ての契約に当てはまる共通項ってこと、よしですね。こちらで、で他の契約全部です、ね、売買に限りません。賃貸借とか請負とか贈与だとか、ね、全ての契約がこういう構造になっているよって規定で、で一応条文ではね、申し込みと、ね、承諾、これともに意思表示です。意思表示、ね、これが合致したときに成立するよ、そういう規定なんですよ。でこれちょっとね、まあ、答案ではあまり使わないんで、これ一回軽く聞いておいていただければいいんですけど、じゃあ申し込みと承諾ってどう違うのかっていうと、先になされた意思表示が申し込みです。で後からなされた意思表示を承諾って言います。だから例えばね、さっきの私、皆さんと私との間の土地の売買契約でもね、もし私の方が先にね、売ってよって言ったんであれば、この売ってよっていうね、意思表示、ね、要するに買いますよってことでしょ。買うって意思表示が申し込みになります。でじゃあ売ってあげますよ、いいですよ、ね、後から皆さんがなさる意思表示が承諾になる、そういうこと。だからもし皆さんが先にね、いや売ってあげますよって意思表示、ね、売るよって意思表示したんであれば、それが申し込みで、私があ買います買います、後からした私の、ね、この意思表示が承諾になるよ、たそうだけ、ね、だからどっちが先か、先の方を申し込み、後の方を承諾って言ってるだけです、これですかね、まあ、こういうのは少しずつね、まあ、問わないあまり使いませんけどね、これはね、これ契約一般に当てはまる、そういうね条文です。契約総論ってことで、いいですかね。少しずつでいいですよ。少しずつね、こういうイメージを抑えていってくださいですね。こちら、ね、で戻ります。でとにかくね、この体系ですね、民法の体系3ページ戻りましたですね。で、あ、ごめんなさい、あと速中でしたね。こちらそこでここね、これを挙げましたですね。だからもしね、この事例の場合もね、 A が先にね、売るよって意思表示したんであれば、これが申し込みで、後からね、買うよってした B の意思表示、これが承諾になるよってこと。でともかく売買については2つの意思表示、これが合致すると、ね、売買契約成立するよと、これが555条でしたね。そういうこと。で続きますよ。でここで意思表示とはここからなんですよ。ちょっとね、ちょっと太いペンでこう書いた方がいいかな。ここね、意思表示とは権利変動ですね、権利の発生移転消滅という法律効果、またこの後出てきますを発生させようという意思表示で、これを内心的公開しっていうんですね。これも後でまた出てきますを外部に示す行為、ここね、ちょっと太いペンでアンダーライン引いておきます。示す行為、ここまでね、ここまで。でこれは覚える必要はないです。ただ理解はしておいてください。答案では書きません。ここまでね、こういう理論的な、ね、内容、鑑定士の民法でね、答案で書くことありませんから、ね、もう事例処理するだけなんで、だからそんな心配しなくていい。ただこの後ね、意思表示っていうのがね、もうバンバン出てきます。もう数えきれないくらいこのね、民法で出てくるんで、その時に意思表示って何だったっけじゃ困るんですよ。ですね。ですからまずここでしっかり理解しておいてください。もし暗記できたら、ね、そこまでできればもちろんね、ベストですけど、言うまでもな、ね、言うことはありませんけど、ね、暗記までできなくても一応ね、意思表示っていうのがどんなものなのかな、ね、これは一応ね、理解はしておいてほしいですね。でまたこの後ね、新しく出てくる言葉、あとまた後ろでね、出てくる言葉とかあります。この法律効果とかあるんですけども、とにかくね、意思表示とはこれ権利変動で、権利変動ときたら発生、生まれて、移って、
死ぬ消える、ね、発生移転消滅、ね、これを総称して権利変動というふうに学者が言うんですよ、ね、という法律効果、ね、また出てきます、今は気にしなくていいです、を発生させようという意思、これを内心的公開しという、これまた出てきます、を外部に示す、ね、これ表示だから、だから内心に留まっていたんではこの内心的公開しだけ、ね、内心に留まっていたんで意思表示じゃない、当然意思表示だから最終的には外部に示さなきゃいけない、そういうこと、ね、だからとにかくこの意思表示ときたら、ね、一定の内心の意思を外部に表示する行為、これいいでしょ。じゃあ内心の意思どんなのかというと、この権利変動ですよ、発生あるいは移転あるいは消滅、ね、こういうね、まあ、法律効果これは置いといていいんですけど、こういうね結果を発生させようという意思、ね、こういう内心で公開していってます、これを外部に示す行為ってこと、ね、でちょっと続きますよ。で売り主 A のこのね売るという意思表示、これは家の所有権、この人持ってるわけですよ。ちょっとこれ細いペンの方がいいか、これ A が土地付き建物ね、これもともとこの人の持ち物です。でこれを法律的に言うと所有権持ってるって言うんですよ、 A が、ね、この土地と建物所有権持ってるってことでいきますよ。で売り主 A の売るという意思表示は家の所有権、これね、これを買い主 B に移転、これですよ、発生移転、これですよ、ね、まさに権利変動の一つでしょ。で続きますよ、 B に移転しようという意思を外部に示してますよね、売ってあげるよ、言葉に出してるわけでしょ、だから意思表示だよってこと、いいですね、この権利変動、これはポイントなんですよ、権利の発生移転消滅、ここでは移転ですね、持ってた A が持っていた所有権、これを B に移転する、まさに権利変動ですね、これですよ、でしょ。で逆に今度 B さんいきますよ、 B さんこっちね、で逆に買い主 B の買うという意思表示は家の所有権を売り主 A から取得ですよ、ですね、まさにこれ、まあ、発生って言ってもいいですよね、これいいでしょ、やっぱ権利変動ですよね、こちら取得、権利変動です、使用という意思を外部に示す行為ですよ、だからやっぱり意思表示だよ、ね、A にしても B にしても共に意思表示をしているよ、そういうこと、そういうふうに学者が説明します、ちょっと理屈っぽいでしょですね。でこれが先ほど来申し上げているこの民法の基本形です、民法の基本形、契約、ね、民法は契約を中心に規定してますから、ね、横の関係、ね、司法っていう、ね、横の関係を規定するね、まさにその一般法である民法は、ね、特にこの契約っていうのは一番重要視して規定してるんですよ、横の関係、 A さんと B さんがつながるきっかけってのはやっぱり一番、ね、思いつくのは契約でしょ。実際これ私たちの生活の中で一番重要な地位を占めてるって言っても過言じゃないですよね。実際もうね、もう身近な例として近所のコンビニ行って買い物する、あれも売買契約でしょ。あと自分たちが住む、例えば家を借りるとか土地を借りる、これ賃貸借契約って言います、やっぱり契約でしょね、だから私たちの生活っていうのはとにかくこの契約を基本に成り立っている、そういうことです。でこの基本としてね、この契約を基本として成り立っている、この契約を一番そのなんていうんですかね、規定の中心に据えている法律が民法っていうこと、だから民法大事なんですよ、ですね、こちら今お話しました、こちらね。で今度下行きますよ、でこちらが逆なんですよ、上の契約の、まあ、逆と思ってください、契約意思ね、これ言い換えると意思でしょ、意思に基づいている、意思表示ってことで、意思に基づいている制度って言い方するんですよ、学者が、契約は意思に基づいている、で契約意思に基づかない法律関係、これができますですね、これが不当利得だったりあるいは不法行為だったりするんですよ。で不当利得もこれもね、この後また講義中ちょこちょこ出る場合ありますけどね、まあ、これはちょっと置いといてね、不法行為これですよ、これは結構頻繁に使いますからですね、この不法行為ってことで、これねまた詳しくはね、また709条のところでやりますけど、ちょっとこれね条文番号で書いておきましょうかね、あ、そっちにも上がってますね、こちらね、ここにも上がってるんですけど、ちょっとこうね、これは709条だよっていうことでですね、こちら不法行為って言います、でちょっと条文集ちょっと開けてみてください。
709条ですね。709条ちょっと上げてみて。で、こちら、よいしょ。条文集73ページですね。こちら見てください。よいしょ。これ不法行為です。第5章不法行為。で、不法行為も条文ね、かなりあるんですよ。で、一番最初トップに来る条文が709条です。タイトルが不法行為による損害賠償ということでね。で、こちら行きますよ。ちょっと軽く見てくださいね。また詳しくはね、またこの不法行為のところでやりますからね。故意、これわざとね、わざと。過失、うっかりですね。故意、または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害したものは、これによって生じた損害を賠償する責任を負うということで、これ不法行為って言います。故意または過失によって他人の権利あるいは法律上保護される利益を侵害しちゃった、こういうのを不法行為って言います。で、例えばね、これさっきちょこっとお話したんですけど、刑法っていう法律があるんですよ。刑法、これは公法です。あの国あるいは地方公共団体と私たち私人との縦の関係を規律する、これ公法って言いましたね。テキストでいくとこれですね。ちょっと見てくださいね。こちら公法ね、こういう縦の関係、これで、これ刑法が、憲法と刑法ですね。さっきね、事例ね、あの具体例をお話ししましたけど、これちょっと刑法っていう法律ね、これ皆さんの中で勉強した方いらっしゃいますかね。刑法っていう法律があります。これもやっぱりね、非常に大事な法律なんですね。これ前のページにもちょこっとね、名前載っけてあります。よいしょ、こちらね、憲法、公法のね、具体的な法律として憲法、あと刑法、こういうのがあります。で、これね、結構面白いです。刑法は、これ法学部とか入るとね、これまず大体勉強するんですね。民法と同じく刑法も勉強するんですけど、これは犯罪と刑罰に関する法律なんですね。だから罪名が出てくるんですよ。で、これ勉強するとね、例えば人を殺した殺人罪ね、あるいは人のものを盗んだ窃盗罪、あるいは暴行脅迫を用いて人のものを取っちゃった強盗罪、あるいは人の家に勝手に入った住居侵入罪、全部罪名が出てきます。で、刑法っていう法律はね、その刑法各論、やっぱ各論なんだけど、刑法各論ってことでそういうあの罪名をずらずらとこう規定してるんですよ。で、例えば死刑だとね、あ、ごめんなさい、あの殺人だと199条、死刑または無期もしくは3年以上の懲役だとか、そういうね、あの刑罰も規定してるんですけども、とにかく刑法ではね、罪名が出てきます。今言ったように殺したら殺人、盗んだら窃盗、暴行脅迫を使って取ったら強盗だとか、人の家勝手に入ったら住居侵入だとか、全部罪名が出てきます。でも民法は全部不法行為なんですよ。罪名出てこない。いいですね。それが戻りますよ。ここで不法行為で、条文が皆さんにご覧いただいているこちら709条、罪名出てきません。全部不法行為って言葉で民法では規定してます。いいですね。こちらまずこれ一個頭入れといてください。罪名は出てこないよってこと、ね、だから人を殺した場合ね、殺人罪じゃない、もうとにかく不法行為です。709条、その場合は殺人はわざとやるでしょ、だから故意です。故意、これに当たるんですよ。故意、故意によって他人の権利または法律を保護される利益、生命ですよ、生命侵害した、ね、だから損害賠償、これ弁償しろってこと、弁償です。損害賠償ってのは弁償ってことですね。こちら、あるいは例えば過失ね、誤って例えば人を死なせちゃったね、そういう場合、これこの場合には過失致死、刑法だったら過失致死、誤って人を死なせちゃった、過失致死って言います。殺人じゃない。でも民法ではやっぱり不法行為ってこと、だから民法だと過失によってやっぱり他人の権利または法律を保護される利益、生命ね、侵害した、これに当たっちゃう、だからやっぱり弁償しろってこと、損害賠償しなきゃいけないよ、そういうことね。これはちょっと頭に入れといてください。罪名は民法では出てこないよ、こういう違法な行為、悪い行為は全部不法行為として処理をするよ、だから全部弁償です。損害賠償っていうお金で弁償して片付けます。だから国とか地方公共団体、いわゆるお上は顔出さない、だから警察は顔出さないんですよ。そういうこと、逮捕とかしません。それは刑法であり、また刑事訴訟法って別の法律なんですよ。公法です。公法である。
別の法律の話ってこと。民法では警察、お上は顔出しません。これが司法ってこと。横の関係でしょ。私人と私人ですね。これはだから弁償です。お金で処理をする、ね、加害者は被害者に弁償する。お金で弁償する、そういうこと。横の関係だからいいですね。これぜひねイメージ持っておいてください。で戻りますよ。そうするとこちらテキストね、3ページですよ。こちら709条、これは今ご覧いただいたように意思に基づかないんですよ、ね、今条文ご覧いただきましたけど、これよく見てみて。709条、故意あるいは過失によって他人ね、これ死なせちゃった、ね、故意であれば殺人、ね、過失であれば過失致死、ね、この場合はとにかくこれ問答無用で、これ問答無用ってもこれ一応ねこれ他要件満たさなきゃいけないんですけど、弁償しなさいになってます。でこの時にね、この例えば故意で人を死なせた、いわゆる殺人です。殺人を働いたやつはこれ弁償する。これはこの人の意思に基づかないでしょ。基づいてないんですよ、ね、むしろこの人はこの人をねわざとね死なせた、殺した、ね、これ故意によって人をねこれ殺した、これ殺人ですよの場合は、当然こんなやつは弁償するなんて意思持ってないでしょ。でも民法を見てください。損害賠償責任が発生するんですよ。弁償しなきゃいけないわけ。この時は殺人を働いたやつ、当然こんな弁償する意思なんかないでしょ。でも損害賠償責任っていうこの義務が発生しちゃうんですよ。これをもって戻りますよ。これ不法行為はこれ契約すなわち意思に基づかない法律関係の一つっていうふうに学者が説明するんですよ。損害賠償は意思に基づいてないでしょ、ね、むしろそんな意思ないですよね。特にね、わざと人を死なせる殺人とか働くようなやつは弁償する意思なんかないですよね。でも損害賠償責任が発生する、損害賠償責任を負う、ね、この点を捉えて意思に基づかない法律関係、ね、そういうふうに言います。これ、ね、ちょっとこれもねイメージをちょっと押さえてみてくださいですね。でちょっとここでちょっと一息入れましょう。はい、それでは最後の第4ユニットに参りましょう。で改めてですね、こちらテキストご覧くださいですね。なんとなくイメージ持てましたかね。でさらにちょっとねこちらで説明をねちょっともう一回ねしておきます。もう一回側中ご覧ください。これもしからいきます。もし AB 間に上記のような意思表示がないのに、例えばねこれ B が勝手に A の家に移り住んでいたですね。これさっき言ったように住居侵入罪です。歴史とした犯罪ですですね。これ刑法で規定しています。でこの場合には当然 AB 間にこんな売買契約成立しませんよね。売る意思、ね、意思表示も買うっていう表示ないでしょ、ね、代わりにこれ不法行為ですね。不法行為が成立するよってこと。これ B が勝手に A の家に移り住んでた、これ B には不法行為成立します。住居侵入でもさっきも言ったけどね、この民法ではこの不法行為です。全部不法行為で罪名は出てきません。で成立し B は A に損害賠償義務、さっき言いましたね709条これを負いますよ。でこの不法行為は契約すなわち意思に基づかない法律関係の制度なので、 B は A に弁償する意思はなくとも709条に基づいて B には損害賠償義務が発生しますよってことで、ね、ご説明した通りです。意思がなくても、ね、これ発生しますから、やだよって言っても、ね、これ発生しちゃいますからいいですね。この場合でこの点を捉えて契約すなわち意思に基づかない法律関係って言います。でこれね一応こんな形でね今ご説明しましたけど、ちょっと小さくしますよ。これね一応意思に基づく、これがね先ほど来何回も申し上げている一応民法の、まあ、基本形ですね。とにかく契約を前提に規定してますから。ただ契約だけじゃないよ、ね、契約に基づかなくてもこういう権利義務ですねが発生する場合があるよ。その代表例が709条不法行為だよっていうのをちょっと頭入れといてくださいですね。こちら、ね、であと下ですね、これよいしょ、これはまたざっとねまたどっかでね復習の時にね見ておいていただければ OK です、ね、別にガチガチに覚える内容出てませんので、ね、もうほとんど私がお話した内容になってますんで、で一応ねこの側中ですね、これ今上でね上からずっとね下まで皆さんにご覧いただきました。この3ページの
この即中のコメントですね、ちょっとこれ印つけておきますけど、これは後でねまた読み返してみてください。コメントね、さっきアンダーラインも引きましたけど、さっきも言いましたけど、これは別に覚える必要はないですよ。ただ理解はしといてください、ね、これが意思表示だな、意思表示だな。で後でねまたこの中に含まれているこの法律効果っていうのをまた後でねご説明しますんで、ね、でまた改めて法律効果っていうのをねお聞きになった後にまたここに立ち返ってみてください。そうするとまたこの辺のね理解が深まりますからですね。であと下までねこれ必ずねまた復習の時にお読みになっておいてください。大事な内容ですね。じゃ次今度裏行きましょう。4ページですね。よいしょ、こちらで、あとねこの本文ですね、ずっとねこれもまた後で復習の時に一回ざっと目通しておくれればいいです。ほとんど私もお話ししましたんでね、この契約、意思に基づく法律関係ね、あと基づかない法律関係、いろんな具体的な種類がねこんな形で上がってますけど、一回ざっと目通しておけば OK です。でねちょっと即中ご覧ください。ここ行きます。コメントね、またこれ大事なんですよ。でこれもうアンダーライン引いてあるんでね、ちょっと改めてねこうやって赤ペンでこうね線引くのもあれですけど、一応引いておきますよ。これは覚えておいてください。これ理解して頭入れておいてください。いいですね。今アンダーライン引きました。法律関係っていう言葉で、これは権利義務の関係を言います。だからこの後ね、この後実際本試験問題の中でね、例えば A と B の法律関係について論じなさいっていう問題が出たら、権利義務の関係に分解するんですよ。いいですね。で下いきますよ。権利の反対が義務です。で義務の反対が権利ですね。したがってこの権利と義務っていう言葉は対になってるんですよ。で権利だけがあって義務がないということはありませんよ。また逆に義務だけがあって権利がないということもありませんよってことなんでね。とにかくこれセットです。セットでね、表と裏なんですよ。権利の反対が義務、ね、権利が表だとすると義務が裏で、義務が表だとすると裏が権利ってことですね。で今も言いましたけど、本試験問題でね AB 間の法律関係について論ぜよっていう問題が出る場合がある。するとね非常に漠然としてるでしょ。法律関係って何？その時に権利義務に分解するんですよ。でね、例えば売り主 A がどんな権利を持ってんのか、あるいはどんな義務を負ってんのか、そうやってこうやって個別に見ていくの。また逆に買い主もそうです。買い主の場合も買い主がどんな権利を持ってて逆にどんな義務を負ってるのか、そういうのを当事者ですね、例えば売買契約であれば売り主と買い主の双方について権利と義務に分解して考えていくんですよ。そうするとこの法律関係について論ぜよ、ね、これに対する回答が書けますから、ね、また後でやります、ね、でとにかくねこの後法律関係ときたらとにかく権利義務、ね、この視点はしっかり頭入れといてください。この後いろんな制度を理解する上でもね、この権利義務、ね、もうとにかく権利とか義務とか、この言葉も頻繁に顔を出しますから、ね、権利義務、これは法律関係を分解すると権利義務に分解できる。権利の反対が義務、義務の反対が権利、両者は対になっているな。これはもう当然ここでしっかり頭入れといてくださいですね。この後いろんな制度を勉強するときの前提にもなりますからね。でちょっと下いきますよ。でこれこの権利義務ね、これ法律関係ですけども、成立させる制度として大別して意思に基づく契約と意思に基づかない不法行為があるよってこと。いいですね。こんな形で少しずつこうやってつなげていってくださいね。で次今度帯番号3番いきます。今度本文ですね、こちらいきますよ。で今度帯番号3番、民法の基本原理とこでね、これちょっと注意して見ていきます。でまずねこの1番、所有権絶対の原則ってあります。これはね一回見とけばいいです。答案でもねほとんど使わないですね。所有権絶対だよっていう、そういうやつですね。で2番こちらいきます。これ使います。で私的自治の原則、これ名前は覚えておいてください、ね、特に一番下こちらね、下かこちらですね、こちらこの2つ、この私的自治の原則からこの契約自由の原則が派生します。生まれるんですよ。そういうことね、ちょっと見ていきます。でまずこの私的自治の原則ですね、こちらで、これはちょっと丸括弧見てくださいね。上の丸三の契約に基づく法律関係で関係するよ、ね、これ契約、売買契約とか賃貸借契約とか、その時にこの私的自治の原則が顔を出します。
で、私的自治の原則とはこれ定義です。すべての個人は自由な意思に基づいて自律的に法律関係を形成することができ、反面自由な意思によらないでは権利を取得し義務を負わされることはないという原則だよってことで、なんか読むとなんとなく抽象的でぼんやりしてるけど、でもなんとなくイメージは持てません。これとにかく意思ですね、意思、とにかく自由な意思、これが基調になっているなと、ね、ベースになっているなと、ね、これで今のね、特に日本であれば、まあ、当たり前じゃないかなと、私たちが生活を営む上でね、その意思を無視してね、なんかこうね責任を負わされたりとかしないよね、そんなイメージですよ、ね、だからもうこれある意味読んでいくとぼんやりとはしてる、ね、だけどなんとなくこうね意味はイメージは持てるかなと思うんですよ。こういうのを非対立の原則って言います。でこれがさっき言ったように契約自由の原則って形で具体的にこれ派生するんですよ。でこれ読んで字のことしです。これどんなことかというと契約自由だよ、自由に契約を結べるよ、ね、ここに上がってます。この私的自治の原則は人は自由な意思に基づいて自由に契約を締結することができるという契約自由の原則として現れるよってことで、ね、だから契約結ぶときはこれ強要されませんよね、強要されない、ね、自分の意思で売ったり買ったり他人に貸したり借りたりできるわけでしょ。売買もそう、賃貸借もそう、ね、こういうの契約自由の原則ってことで、だからこれもなんかちょっとねなんか漠然とはしてるけど、でもこれもイメージはね決して難しくないかなと思います。こちらただこれね学者の方によく載ってる、このテキストに載っけてないんですけど、ただ実際ねこれ例外もありますよね。あの水道だとかガスだとかそういう公共に関するねあの契約ですね、あれなんかいつもか結んでますよ ね、ああいうのは例外って言われてます。例外、ガス供給契約とか水道のね契約ですね、ああいうのはもうなんか自動的にこう結ばされますよね、あれは例外って言われてます、ね、一応原則はこれ契約自由の原則、ね、これは一応頭に入れといてくださいですね。これ答案で使う場合がありますから、もうイメージは今お話した通りです。契約は自由に結べるよ、締結できるよ、こういうことでね、これ実は2017年の法改正があったんです ね、ご存知の方も結構いらっしゃるかと思いますけども、 その時にこれが明文化されてるんですよ。その2017年 の、ね、あの民法の大改正前まではこれ条文がなかった、もう理論で当然ねこの契約自由の原則は認められるよというふうにされてた。それが2017年のね、あのいわゆる債権法っていうんですけど、債権法の大改正でご覧のように明文化されました。ちょっと一回見ておきましょうかね。ちょっと条文書を開けてください。521条ですね、よいしょ、こちら、こっちですね、失礼しました。520、あ結構ありますね、こちらだ、ごめんなさい失礼しました、55ページですね。ちょっと字がもうちょっと大きくしますね、よいしょ、こちら。やっぱり契約総論です。契約総論、ね、契約の共通項定めている分野でしょ、ね、で521はですねこちらちょっと見てくださいですね。でタイトル、契約の締結及び内容の自由ってことで、まずこれね1項です。これ1項2項って読んでくださいですね。ちょっと書いておくといいかな、ここは、ね、この後またねいやっと出てきますけど、こちらがねこれ1項って言います。で下が2項って言います。これですね、この3要数字で表記します、ね、上が、ね、下が2項って、ね、2って出てるからこれが2項です。これ項ですね。で上がこれね1項は1ってこれ表記しない決まりらしいんですよ。これどの6法を見てもね1項の1って出てません、ね、でも2項ってこれ2が出てれば、ね、その上が1項だなってことで、ね、これ上はね、これ何人も、法令に特別な定めがある場合に除き契約をするかどうかを自由に決定することができる、これを1項って言います、ね、ちゃんとこれ答案中でも示しますから、こういう条文番号の表記は正確に覚えていってください。大事です、大事です、ね、この521条については上が1項下が2項、ね、そういう形です、いいですね。で今読んだように1項ですね、これ契約するかどうか自由に選べるってこと、だから結ぶかどうかですよ、ね、まさにさっき合格を基礎的数で見た内容ですね。あと内容、ね、どんな内容にするのか、これが2項です。契約の内容自由に決定できるよ、もちろん制限ありますよ、どんなもんでもいいってわけいかない、例えば人を殺すとかそんなねあの契約はダメですよ、
その場合には民法90条の公序良俗違反ということで無効になっちゃいます。また後でやりますから、ね、一定の制限ありますから、ね、でも一応内容も原則は自由に決定できるよ。これもやっぱり契約自由の原則ですね。いいでしょ。こちらでちょっともう一回戻りますよ。これ521条今ご覧いただきました。あと522条、2項ですね。これもねやっぱり改正によって申請されたんですよ。でちょっともう一回これも見ますよ。これが522条の2項、さっき1項やりましたね、申し込み承諾で2項です。これもやっぱり契約自由の原則の表れって言われています。契約の成立には法令に特別の定めがある場合除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しないってことで、ね、要するにこれ口頭で口で売るよ買うよこれだけで OK だよっていうことで、ね、これ方式の自由って言うんですよ。いらないよってこと、書面の作成いらないよ。だから売買なんかも実際ね、例えば不動産の売買契約であっても理論上はね、法律上は皆さんの例えばね、皆さんの所有している土地を私が買うって言った場合は皆さんの売るよっていう意思表示と私の買うよっていう意思表示、この2つの意思表示が合致するだけで売買契約成立しちゃうんですよ、ね、でも現実は、ね、不動産取引であればやっぱり重要な、ね、金額動く金額も、ね、やっぱ大きいし、ね、やっぱ重要な契約ってことで契約書を作りますよね。でも見てくださいね、これ契約書はこれ本来いらないんですよ。だから売買契約の場合は契約書を取り交わさなくても当事者の売るよ買うよっていう意思表示の合致だけでこれ契約は成立しちゃうよってことなんですよ。ですね。あとこれまた後で売買でもやります、ね、もちろん現実にはね、実際には、ね、不動産の売買であれば契約書を作りますよ。間に不動産屋さんが入って、ね、契約書を作りますよ、ね、でもあれはあくまでも法律上売買契約が成立するための条件じゃないんですよ。これ要件じゃないの、ねね、いらないんですよ。ただあれは証拠です。後で、ね、トラブルにならないようにするための証拠として実際に契約書を取り交わしているだけだから、法律上は、ね、もっと言うと理論上は売買契約っていうのは契約書がなくても当事者の口頭で、ね、皆さんの売るよ私の買うよこの口頭だけで成立しちゃうんですよ。こういうのを覚えておいてくださいですね。ちなみにね、これ契約書、ね、書面必要ならこれ、ね、まあ簡単に民法では出ませんけど、保証契約ってあります。保証人になる場合、あの場合はね、書面の作成がいるんですよ、ね、この場合でも鑑定したら問われませんので、ね、ここはあまり気にしなくていいです。これもやっぱり改正によって新設された契約自由の原則の一内容ですね。で戻ります。こちらいいですね。こちらね、まあ、私的自由の原則ですね。これよりもむしろストレートにこっちですね、答案で使う場合はこっちの方が多いですね。契約自由の原則ってことで、ともに意味内容ですね。これ意味内容が分かれば OK で、特に定義を書くことはほとんどありません。私的自由の原則もで契約自由の原則もね、これも定義書くことほとんどないんで、とにかくね、最低限この契約自由の原則、この名前だけ覚えておけば、もう内容はもうね、読んで字のごとしで、ね、今ご覧いただいたように、ね、これ、自由に決定できる、ね、結ぶかどうか自由に決定できるし、あと内容も、ね、原則として自由に決定できる、あと方式もいらない、ね、こういうのを総称して契約自由の原則っていうんですね。いいですよね。これが分かれば OK です。で、あとちょっと速中見ときますよ。こちら、コメント欄です。こちらね。で所有権絶対の原則は軽く見とけばいいですよってことで、もう基本的に飛ばしちゃっていいです。ここはね、答案で使えません。であと私的自治で、こちらの方はねしっかりね押さえておいてくださいねってこと でしっかりと言ってもね、今申し上げたようにね、まあ、私的自治の原則自体は答案であんまり使うね、この名前自体は答案で書く気はあんまりありませんので、こちら契約自由の原則ですね、こちらの名前だけ覚えておけば OK ですね。こちらで共に、とにかく、また共にじゃない、とにかくこれね、私的自治の原則からこれ派生するよ、で共に自由な意思を基調とするよ、ね、これは一応理屈として頭に入れておいてください。とにかく自由な意思です、これを尊重しよう、ね、そういう思想に基づいてこの私的自治の原則、さらにはここから契約自由の原則が派生しています、ね、こちらこれ例えば中世 のヨーロッパとかイメージしてください。結局ああいうね、フランス民法ですね、フランスとかあとドイツの影響を受けてこの日本のこの民法で作られてる。でああいうヨーロッパではかつてね、
あのフランス革命とかあるまではもう奴隷制度があったわけでしょ。当然こんなの認められてないわけですよ、ね、でその影響、ああいう西洋の、ね、ああいう思想の影響を強く受けて日本のこの民法というのは作られてるんですよ。だからこういうのが出てくるってこと。でも日本の歴史もね、やっぱりあの戦前のね、あの封建制なんか見るとやっぱりこれが制約されてるわけですよ ね決して自由じゃなかったってことで、ね、だから西洋ね、別に無理に目を向けなくても日本だけ考えてみてもね、この辺の原則、今ね、今の日本にあってはこれが認められてるんだっていうのはね、イメージは持てるかなと思います。いいですね。次で今度右の4番いきましょう。5ページですね。でここ試験の行使に関する一般原則って上がってて、特にこの一般条項っていう名前は覚えておいてください。こちらですね。これは答案で使うかって聞かれると、答案中ではほとんど使わないけど、ただこれはね、説明概念として使う場面が結構ありますから、一般条項って言います。これでタイトルがここね、試験の行使に関する一般原則、一般条項ってことですけど、これ条文がね、この一般条項と言われている条文が2つある。で1つ目がこの1条2項の審議則、これよく使います。これはね、もう答案でもうこの後ね、あの本当に数え切れないくらいよく使いますから、審議則です。であともう1つが2番の権利乱用の禁止です。1条3項です、ね、だからともに条文番号は1条なんですよ。1条の2項が審議則、正式名称が審議誠実の原則って言って、これを略して一般に審議則、審議則って言います。答案中でもね、審議則って書いて OK です。実際効果権ね、論書を見ていただくと、この審議則っていうふうにこの略したね、この表記がかなり出てきますから、これで OK です。条文1条2項で、それに対してもう1個のあの一般条項である権利乱用の禁止ね、1条3項、これはねほとんど使わないです、官邸主の民法では。結構ねこれね、ちょっと見ていただくと裏のページまでね、この権利乱用ですね、これ実際昔あったんですよ。この事件があって、これね、この A っていう温泉旅館があってね、でこれ温泉の源泉をね、これ引いてたんですけどもね、これこの咽頭管ってやつ、これこのそばにこの A っていう人が住んでて、ここですね、この敷地がこれをね侵害したんですよ、この咽頭管を。その時にね、ほとんどね、これお湯を引くのにね、ほとんど支障ないのに B がね、これ権利の乱用だったんですよ。あのごめんなさい、これ逆ですね。これこちらちょっとね、これ見ておきますね。これ A がこれ隣の旅館 B が引いてる温泉のね、これ送水管が通っていることを発見したと。でその送水管の通っている部分の土地部分の価格はわずかであって、で送水管が通っていることにより山林の利用にはほとんどこれ支障なかったんですよですね。でこの場合 A はこれ B に対してね、この送水管、これ A がイチャモンつけたんですよ。これですね、ここまたがってる、俺の土地侵害してるぞって A が主張したんですよ、 B に対してですね。でそれに対して B が、いやあんたの主張それ権利の乱用だよって反論したんですよ。そういう事案ですこれね、お湯を引いてた、これがまたがってたんですよ、これ A さんが所有してる土地に。で A がこれケチをつけた、なんで俺の土地またがってんじゃねえかね、所有権の侵害だ、ね、それに対して B が、いやあんたちょっとこれ全然あんたの土地の利用に支障ないじゃん、ごくわずかでしょ、権利の乱用だよ、そういうふうに反論した、そういう内容なんですよこれ。いいですね。でこれいろいろ上がってますけど、ただ結論から言うとね、こちら権利の乱用としてこれ結局この B の反論ですね、これを認めて結局 A の請求ですね、これどけろって言ったんですよ、 A がどけろ、俺の土地にまたがってて俺の土地を侵害してるから、所有権侵害してるからどけろ。でこれはね、実際裁判になって、これもね大正時代の判例なんですよ、古いの、古いですよ。で結局 B のこの反論を認めたんですよ、判例がですね、これは裁判所が認めて結局権利の乱用だってことでですね、結局 A のこの宗教請求、これどけろって言ったけど認められなかった、ね、でもね戻りますよ、自分いろいろ喋っちゃいましたけど、ただこれはね官邸主の民法ではねほとんど使いません、権利乱用は、ね、だから今お話した程度ね、ちょっと頭入れとけばいいです、こういう条文があるな、権利乱用、これうなずき温泉ホテル、あのうなずき温泉事件っていうね、名前もこれ有名なんですよ、これ民法の本名とねほとんどの本で載ってるんですけど、権利乱用の典型例って言われてます。
ごくわずかしか侵害してないのにどけろって A が主張した。で B が権利の乱用だ、ね、こうやつ。でもこれ鑑定書の民法ではほとんど使わないんで、こちら戻りますよ。審議則、こちらをしっかり押さえます。で条文番号が1条2項です。こちら、ね、でこれもね一応載ってんだけど、ちょっと一回ねやっぱ条文集開きます。ちょっと開けてください。今回1回目なんでね、ちょっとできるだけね皆さんに条文集できるだけね開けていただきたいんで、一番最初です。でこれ相続、民法相続です。今日やりましたね、一番最初ね。この財産法と家族法にまたがる、ね、そういう条文だった、ね、共通項をまとめた相続の一番最初です。基本原則ってやつ、基本原則で1条2項です。権利の行使及び義務の履行は審議に従い誠実に行わなければならない。で3項が、ね、もう試験で出ませんよって言った権利の乱用の禁止です。これね、共にこれ1条中で規定してるですね。これで戻りますよ、テキストの方ね。こちらでこれが1条2項です。でこれ審議則ね、略して審議則って一般的にね言いますけども、このままね答案書いていただいて OK ですけども、皆さんこれ条文今ねご覧いただきましたけど、イメージって持てます？これね、権利の行使、例えばね貸した金返せですよ、ですね。これであとこれ義務の履行、例えばこれ売買契約あって物を引き渡すってことね、いいでしょ。権利の行使、義務の履行、これ対になってんですよ、いいですね。でここに実際さっきお話をした対の概念出てるでしょ。権利の反対が義務だよ、義務の反対は権利だよ、だから権利の行使、この反対が義務の履行、共にね、これ審議に従い誠実にやんなきゃダメだよってきて、でこれね皆さんイメージ持ってます？非常にこれある意味道徳的な規定ですよね。権利を行使する、貸した金返せですよ、ね、で義務の履行、履行っていうのはねこれ果たすってこと、義務を果たすってこと、また後で出てきます。これ頻繁にね、履行ときたら果たす、義務を果たす、だからさっき言ったようにね、売買契約結んで例えば売り主が買い主に物を引き渡すってこと、ね、でこれは当然道徳にのっとってね、きちんとやんなさいよっていうだけの規定なんですよ、これはですね。でじゃあなんでこんな規定があんの、これやっぱりね、他の民法いろんな条文ありますよ、全部で1050条あるってやったでしょ。他の民法の条文でなかなかこう解決ができない場合があるんですよ。思ったように適用できない、ね、なかなか思ったように他の条文で妥当なあの処理ができない場合っていうのがあるんですよ、往々にしてあるの。その時の最終手段としてこの条文が使われるんですよ、審議則で。これを出されたらまたかもなんか水戸黄門の印籠みたいで、これを否定する人いないでしょ、ね、権利の行使、ね、権利を行使する、貸した金返すですよ簡単に言うと、あと義務の履行、ね、これ売り主が物を引き渡すとか、でこれちゃんと審議則、ね、ちゃんと道徳にのっとって誠実にやんなさいよ、これを否定する人いないじゃないですか。だからこれ最後の砦なんですよ、ある意味で。これ気をつけてほしいのがね、ちょっと即時見てください。審議則も権利の乱用禁止、まあ、権利の乱用あまり禁止しなくていいですよ。他の条文とか理論で解決できないときにやむを得ず最終的に使う規定、ね、それを見てこれ一般条項って言い方してるんですけどね、ですと。で従って他の条文や理論での解決を考えないでいきなり審議則や権利乱用の禁止、これを持ち出して結論を導くことは好ましくないですよってことで、ね、これこの後また具体的にね効果期使っていろんな論点を考えてきます。その時に学者だとかあるいは最高裁だとかがいろんなこう理論構成をしてね、できるだけ妥当な結論を導けるように処理をする。でもその時にどうやってみてもね、妥当なあの理論構成とか考えられない、そういう場面ってやっぱ往々して出てくるんですよ。その時の最終の手段として使うべきであって、この審議則っていう規定自体を乱用したらダメですよってこといいですね。これはぜひ気をつけておいてください。皆さんが答案お書きになる時もそうね、これ使おうと思ったら全ての論点で使えちゃうんですよ。これを否定する人いないですから、いいですね。こちらね、とにかくこちらね、この審議則もうイメージとしては
道徳にのっとって、ね、権利を行使する場合にしても、あるいは義務を果たす場合も、とにかく道徳にのっとって、ね、これ誠実にやんなさいよ。法律が誠実って言ってんですよ。ね、こちらこれを否定する人いませんから。でもこれはあくまでも最後の砦、最終手段だよってことは覚えておいてください。ね、こちらこれを審議則って言います。これを否定する人いませんですよね。で、あと下にね、いろいろ詳しい説明載ってます。これ審議則のね、あの具体的な表れとしてね、いろんな内容あるけど、これは気にしなくていいです。官邸と民法で全部細かいんで、禁犯原とかクリーンハンズとか権利主義の原則とかね、この辺気にしなくていいです。とにかくこの条文だけ、審議則ときたら1条2項、あ、これも確認してくださいね。もうこれ覚えます、皆さんがもうね。それぐらいこの後効果でもよく出てきますから、審議則って。こちら1条2項審議則で一般条項だよ、だから乱用しちゃダメだよですね。これ最後の砦ってイメージで、この一般条項ね、これ一応頭に入れておいてください。一応このところですね。でちょっと裏行きます。さっきねこの権乱用ね、こちらやりましたけど、で最後ですね、ちょっとここもやっちゃいますね。次の5番です。民法の解釈方法とかね、解釈方法とか、一応今回ここまでやっちゃいます。でこれね結構面白いんですけど、ただね一応3つね、こちら3つだけちょっとね注意して見ておきますね。これ他にも種類あるんですよ、あって結構面白いんですよ。いろんな解釈方法ってあるけど、とりあえず試験ではこの3つね、これ3つ、これ実際に官邸と民法の答案で使いますから。で いきますよ。民法のねこの解釈方法、いろんな種類いっぱいあるんですよ。でこの中で3種類押さえておけば OK だよってことで、例えばねこれよく見てくださいね。例えばある職場に犬を連れてきてはいけないという決まり、ルールがあったとすると、まあ、これある意味法律みたいなもんでしょ。その職場、ね、その職場にあっては法律みたいなものね、いいですね。でまず直接適用、これが原則です。要するに条文をそのまんま適用する、これを直接適用って言って、この民法の解釈方法にあってはこれが原則形です。原則形、ね、具体的に言うと犬を連れてきていけないってことだから、犬を連れてきたらルール違反と考えると、だからそのまんま当てはめるだけです、適用するだけ、これを直接適用って言います。条文をそのまんまその事例に当てはめる、これが原則形です。いいですね、これいいですね。でそれに対してその逆、これ反対解釈って言います。もう読んで字のことして、上の直接適用の逆に考えるんですよ、反対解釈で。どういうふうに具体的にどういうことかというと、犬ね、あ、ごめんなさい、猫ですね、猫、猫は犬とは違うから猫を連れてくることは OK だよねって考えるんですよ。これを反対解釈って言います。なんかちょっとヘリクスですよねこれね。ね、でもこれ一応解釈として成り立つじゃないですか。ね、ルールは犬はダメだよって言ってる、だったら猫はいいだろ、これを反対解釈って言います。これもね実際あの降格の論証中で使う場面があります。これも名前をちょっと頭入れといてください、ね、で3番目、これが重要なんですよ、類推適用、これは非常に重要です、ね、でその職場のルール趣旨あるいは目的に遡って考えるんですよ。で上のねこの犬を連れてきちゃダメだよ、この職場のルールの趣旨を考える。でこの趣旨目的がね、落ち着いた職場環境の確保にあるとするならば、犬だけじゃなくて右のページ行ってください、猫を連れてくることもやっぱりこの趣旨目的に反しますよね。だから猫を連れてくることはルール違反だよって考えるのを類推適用って言います。類推適用、これいろんなところで効果でもね、あのいろんな論点処理 ね、するときこれ使う場面が結構ありますからね、これ名前頭しっかり入れといてくださいね。使う場面あの効果とかでね、あの具体的に個別にねまたその時お示ししますからね、このイメージだけ押さえといて、ね、だからこの決まりのねこの表現通りには受け取らないわけですよ。この決まりの趣旨に遡って、でこれどういう趣旨でこういうの規定したのかな、ね、落ち着いた職場環境の確保だな、であれば犬だけじゃなくて猫もダメだよね、そうやって適用を広げるんですよ。適用を広げるの、これを類推適用って言いますから、要するにですねこれ結構使いますからね、いいですね。でこの類推適用は上記丸一、直接適用によるならばルールを適用することはできない、ね、犬と猫違いますから、ね、でもそのルールの趣旨目的に遡ってその射程範囲を考えて、その射程範囲に含まれる類似事項については
適用されるってことで、その適用の範囲を広げるんですよ。こういうのを累推適用って言います。面白いでしょ、ね、ぜひねこういう形でねまたいろいろね勉強してきますんで、ぜひね興味を持ってね、ただ深入りは厳禁ですよ、ね、あんまりねあんまり興味持っていただくのね非常に大歓迎ですけど、あんまりね試験出ないところまでね深入りして勉強しちゃったらマイナスですから。でもぜひね法律って本当に面白いから、ぜひ興味を持ってこの民法ですね、ぜひ聞いていってください。よしですね、じゃあ1回目の講義以上で終わります。お疲れ様でした。